始まりました。生配信レペゼンロンパオ、よろしくお願いします。今日は、狂った奴らが持論を持ってディベート対決に挑まれます。制限時間は5分、審査員は3人、私とホスト、クラブラテクラブリリオンの、プロデューサーをしてます港一樹と申します。今40歳です。40歳、はい、40です。嘘やと、はい、それ以外のプロデュースをしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、チャレンジャーが、ルール説明なんですけど、チャレンジャーがこう次々来るんですけども、モンスターとして、DJ 銀太、 DJ 脇、 DJ 丸、そして、我々も一応モンスターとしているんで、チャレンジャーが誰と戦いたいか、こういう内容でディベートをしたいと持ちかけてくるので、それでバトっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でまず審査員の一木先生、ちょっとまず誰だか分かんないと思う、そうですね、ので、はい、紹介 VTR を今日作ってきていただいたことなんで、はい、まずそちらの方の VTR お願いします。お願いします。今日何しに来たん？いや、表彰式。どういう服装してたっけ？セットアップとか。セットアップでしょ。これ何？セットアップ。これ、いや、違います。リリオンってエルコレでも今ナンバーファイブのお店なわけじゃん。で今組室だとね目指してて、でも100本いってるわけじゃん。でこれがどんどん上に上がっていくわけじゃん。だから龍馬という人間がどう見られるかが大事なわけじゃん。自分の数字だけじゃダメなのよ、人がついてくるのって。周りが見て、あ、この人素敵な、すごいなと思ってもらわなきゃいけないわけじゃん。トップ取るんでしょ。怖い人だ。そうですね、怖い人。いや、そうですね、なんか全然そんな怖くはないんですけど、はい、軍神として恐れられてるそうです、はい、歌舞伎町では。そうですね。いや、でも軍あったんですか？そう、はい、お店を一つの軍隊として。ああ、なるほど、はい、育ってるんで。はいはいはい、はい、いや右向きって言ったらもうみんな右向き状態で。ああ、じゃああれ、はい、部下のことコマと見るタイプの。いや、ボス派ではないんで、はい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 、ちゃんとリーダーとして。あ、なるほど、はい、考えて動いては。噂によると、はい、生まれて一度も心から笑ったことがない。ああ、そうですね、はいはい、どうしてですか？なんかこう笑う意味があまり分からなくて。あ、はい、もちろん、もうディベート始まってる。あれ、はい、笑う意味があるのかないのか。ただ、はい、営業としては笑顔を作るんで。あ、もちろん、はい、ただ営業でし笑ってて、今日はもし笑ってたとしてもそれは心からではないと、はい、心から笑ってない。笑顔の方が視聴者さんは面白いと思うんでね。あ、笑うよりも軍神だ、はい、軍神だったんだ、本物の。いや、で本当本番直前に僕こういう TikTok やっててってちょっと話した時に、はい、バリ見たことあるよね、はい、ちょ、これ見たことある人おるっちゃうね。ちょ、俺これ見てほしいよね。こういう TikTok 回ってきたことない。このゲームを選択すると相手の行動指針を変えることができる。え、ない？なんか、ちょっと待ってよ。次、地雷ですね。地雷を置く。え、地雷ね。この技術は鎖用にかけるに似てるんです。みんな見たことないっぽいから。あ、そうですね、あまり、はい、これめっちゃ回ってますよね。そうですね、何百万再生です、はい、これなんか僕本当 TikTok で切り抜きで回ってきたことあるけど、うん、ない？僕は見たことないですね。僕もないです。林社長に似てるな。じゃあこれからちょっといろいろ振る舞ってくれたらいいですね。ああ、そうですね、これから、はい、頑張りましょう。はい、これ本当に使える心理学なんで。はい、いや、めちゃくちゃいいこと言いよっちゃん。そうそうそう、もうびっくりじゃん。TikTok 何百万再生って回って本当に。自分お酒一切飲めないんで。はい、そうです、売り上げ上げるの全部洗脳で。あ、もう洗脳でって言ってるんで。はい、洗脳で売り上げ上げてたんで。なるほど、はい、洗脳学をメンタリストだ、はい、じゃあ今日もめちゃくちゃ得意分野ですね。まあそうですね、ホスト業界ってどっちかというとコミュニケーションなんで、はい、はい、女性をこうね、論破していかないといけないんで。あー、はい、なるほどなるほど。宅で論破してたんですか？そうですね、はい、もう、はい、なるほど、論破して向こうが負けたらシャンパン出してもらう。 ある意味近いですね。なるほど、はい、そうなんだ、はい、俺の想像のホストと違ったわ。でもそれ言っちゃうともう完全にそっち方面になっちゃうんで。あ、今のところミスだったっす、ね、いや、そうですね、さっきのトークは。あれ軍神、はい、あ、そうです、まあ、ある意味説得の方です、はい、どっちかというと。よし、ということでじゃあ
とりあえず、はい、あの今日ディベート対決、はい、別に論破王なんですけども同時進行で天岐阜バラマキ祭もやります。ということで本題に入る前にまずそっちの方やっちゃってもいいですか。今から皆さんあの YouTube 見てると思うんですけども、なんと YouTube のこの画面、開いてもらえますか。画面見てたら多分ここのすぐ下に共有っていうボタンがあると思うじゃない、こう矢印のこうくねってなってる、そこボタンポチッと押したら Twitter ってボタンがあると思う。でそこの Twitter でポチッと押してあの Twitter にシェアができるんで、一言なんか始まった論破王とかっていうのをぜひあのここでツイートしてください。でツイートしてくれたら今からもう生でこの直後今から5分以内にこれシェアしてくれた人に天岐阜1万円10人に配ります。これはあのエルコレさんからです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいエルコレ。でさらにあのツイッターではね、あのさっきフォイのアカウントからね、はい、僕のアカウントから僕のアカウントをフォローするか、エルコレさんのアカウントをフォローして、うん、このツイートをリツイートすると1億円分のギフトカードが3万人に当たります。1億円。はい、3万人、国家予算3万人俺算数できないかららしいです。潰れるかもしれないですね。はい、いやでもエルコレさんだったらもうそんなね、まあまあ、ちょっとしたそんくらいの、うん、はい、そうですね、はい、10店舗ぐらいのすごい、それはすごい。ということで皆さんシェアしました。もうバンバン10人当てるんで、生配信中に今からぜひシェアしてください。いけ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 、レペゼン論破王で、これが終わったら早速本題に行きたいと思います。イエーイ、行くぜ。じゃあ、あ、俺の画面も映っとった。シェア始まってますか。始まってる、来ました一番上、おめでとうございます。もしもし覚えとると君の願う君がもしもさん、おめでとう。おめでとう。僕のツイッターから送られてきます DM が、あのこの天岐阜のこの裏のコードが、それ読み取って1万円分好きにアマゾンカード使ってください。わーい。ということで、はい、もう今から生配信中に送っていける DM、うん、でこれ DM 開放しなかったらあの外れます。ということで、じゃあ軍師に月さんストップ言ってもらえたら、はい、ちょっと待ってください、読み込んでます。今相当今来てるんですね、バーっと多分グワー来てるから、うん、あの読み込みがちょっと時間かかってます。おめっちゃ遅い、待ってねみんな。あえこれます読み込んでるの、あっちょっと待ってください。すいません電波が悪いです、どうしよう。生っぽいね。生っぽいね。これが生やね。これがリアル。仕方ない。これがリアル。生っぽいな。今日もゆっくりやりましょう。新曲でも流してごまかしとく。確かに。じゃあちょっと本当に流す。ちょっとバツナギで。バツナギで新曲流すんで聴いててください。はい、この曲のちょっとあの紹介、銀太さんお願いします。この歌はあのタイ語で歌ったんですけど、タイ人に聞かせたら聞き取れなかったです。世界中誰も聞き取れ、世界中誰も聞き取れ、むちゃくちゃ面白い。マジ終わり、どの総理との記憶も誰にも届いてない、誰にも刺さない、どの総理にも届かん。マジ終わり。それなのになんか人気急上昇ミュージックビデオランキングみたいなの60位に入っと意味が欲しい。えそのよくわからどこにも刺さってない層が応援してくれて本当ありがとうございます。よく分かってない層の皆さん、よく分かってない層の皆さん、ありがとうございます。このように理解できる人がいないんだってやばい。間違いない。人類には早かった。歌じゃないよ、うん、来た来た、来ましたね。じゃあストップお願いします。はい、おパンパン行きましょう。10人、はい、あ、しまった、変な人、変な人って言ってしまった。悪くない、全部出るやん、はい、長いですね。乳首ダイナゴンさん、おめでとうございます。おめでとう。コムドットなんて眼中にないって書いてある。やばい、読むな、また荒れるぞ。読むな。お願いします。じゃあまたストップ、ストップ来ました。わざわざ読む。 T ちゃんおめでとう。ありがとうございます。レペゼンの皆様のためのアカウントです。やった、ありがとうございます。嬉しい、お願いします。ストップ来た。レペゼン、レペゼンさん、おめでとう。おめでとうございます。来ました、パンパン出てきますよ、お願いします。ストップ。この人、コウさん、おめでとう。ケツ穴確定って書いてある。おめでとう、おめでとう。行きます、じゃあお願いします。
ストップ。お当たり判定できる。平次郎さんおめでとう。ありがとうございます。いいよ。お願いします。6人目。ストップ。来た。イエーさんおめでとう。ぽよぽよって書いてある。おめでとう。じゃあ行きまーす。お願いします。ストップ。来ました。うか、まるくんラブだって。イエーイ、はい、ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。イエーイじゃないやろ、もっと感謝の言葉。今タイランド踊ってました。なるほどね。じゃあお願いします。はい、はい、ラスト3人、はい、ストップ。来ました、シュークリーム対策さん。どういうこと？めちゃくちゃ面白い。新しい対策するもんやったんや。シュークリーム対策。めちゃくちゃいい名前や。お願いします。ストップ。来ました、リン、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。ラスト1人お願いします。はい。ストップ。来た、クンさん、おめでとう。おめでとうございます。ハッピーファンですね。ということで、ツイッターはからは以上です。これを要は何回も繰り返していきます。多分4回5回くらい繰り返すと思うんですけど、はい、ツイッターは以上で、他にもプレゼント企画エルコールさんからあります。それはあの概要欄見てもらったら分かると思うんですけど、今概要欄に URL がすぐ下に当たると思うんですけど、そこをポチッと押したら、応募が20秒くらいで簡単にパパってこう登録できるんですけど、それからなんと150万円分放出しております。今日これ見てる人が参加したうちからしか来ないから、多分もう相当、ね、相当確率高い。そこら辺の宝くじなんかとは全然当選しちゃうんですけど、なんとこれ150万円分が150人に当たるわけではなく、一人に100万円当たります。やば、これはすごい。めちゃくちゃ夢ある。だからこれ本当に応募20秒で終わるんで、パパッと今やってもらって戻ってきてくれたら嬉しいです。で、残りの50万円を50人にということは51人に当たります。下から、ね、夢ありますよ。100万円、100万はやばいです。宝くじなんですか、ね、めちゃくちゃいいですよ、はい、宝くじで100万円当たる確率なんかより、はい、50万分の1なんで宝くじ当たるの。そうなんですか、はい、50万分の1、はい、え、じゃあめちゃくちゃ確率こっちの方が高いですね。確かに相当高い。いいっすね、はい、ということでやっていきたいと思います。ということでもう早速やっちゃっていいですか、本編。はい、入っちゃっていいですか。じゃあまず記念すべきレペゼン論破王第1回の1人目の挑戦者行く前にな、あ、じゃあ隠れモンスターはもうちょっと2人ぐらい行った後の方がいいか。そうね、そうですね、隠しとく。大丈夫です、それでいきなり隠れモンスター出るのもおかしいと思うんで。確かにそれは絶対に。まだ普通のモンスターが戦ってもない。ポケモンでも最初はポッポが、ね、はい、ダメ。大丈夫です、チャレンジャー出しちゃって、うん、おっということで、あの、まあちょっとネタバレとして隠れモンスターもいるんですけども、はい、まずはチャレンジャーであのモンスターと戦う方がいいと思うんで行っちゃいましょう。記念すべき1人目のチャレンジャーはこちら。次のチャレンジャーはモンスター。はい、というわけで皆さん、山口県からやってきた千葉なんちゃ。まあこのためにですね、やっぱ論破王のひろゆきさんの顔だけ真似できるようになってきましたんで、これで戦おうと思います。よろしく。さあモンスターを論破せよ。さあそれでは記念すべき一人目のチャレンジャー、ご登場お願いします。よろしくお願いします。千葉リアンです。今日は皆さんと楽しい議論をできればなと思っております。楽しみにした。楽しい議論。今日はそういうキャラなんですね。はい、はい、そういう感じです。あ、もうディベートモードっていうことで。ディベートモードがいらっしゃいます、はい、しかもまさか俺一発目だと思ってなかったので、まあ、ちょっと、はい、ふざけんなと思ってますけど、はい、まあ、ちょっとやるからにはきちんとね、皆さんと楽しく議論したいと思ってます。よろしくお願いします。はい、まあ、喋るのは得意な方ですからね。まあ、確かに。まあまあ一応そうですね、はい、一応答えばっかりしてきていきたいから。じゃあもうこの人に関しては自己紹介も多分いらないと思うんで、うん、はい、早速バトルの方入られます。そうですね。じゃあ持ってきた持論をどうぞ。はい、とりあえずですね、まず一発目ということでちょっと難しくない簡単なテーマで、皆さん見ている視聴者の方もですね、考えやすいテーマを用意してきました。いきます。
アンパンマンの新しい顔はあらかじめ作り置きしておくべきこれでちょっと今回はあの行かせてもらいますちょっと100本みたいになって違う大喜利王題の大喜利一発目にちなみになんですけど1個目からボケられたら誰とディベートすればいいんですか。いや選んでもいいしこっち側がそれに乗るか乗らないかはお互いのあの乗るの乗らなかったら誰ともディベートできずに終わるやつだけお題が悪かったのかなって、レイとして帰り結構辛い生放送っすねだって作り置きはしておくべきじゃない。あもうじゃあって思う。じゃああなたでいい。あなたでいいよ。社長だ。いきなりえじゃあ喋ら言いたいことあるんでしょ。はい、やろうぜじゃあ俺と。じゃあ社長だ。いいでしょう。おおマジ。じゃあちょっとまずは手始めにやりたいと思います。はい、じゃあはいかいいかこれ選ぶ感じですよね。ちなみに千葉にゃんはどっち側なの。うん、これはあの僕ははい派で。あらかじめ作っておく作っておくべきである派です。どうでもいいけどなんでこのホワイトボードこの向きで文字書けるの絶対逆やろお前。逆や、まあ、ちょっと緊張が出てましたねそれは。すごいじゃん、はい、じゃあ早速いいですか。ハイガワずるくない、うん、ずるい、まあずるいな、うん、えこれハイガワずるくない。まあでもそういう、まあでもそういう企画ですから、はい、僕らが用意した企画に対して僕らがもう好きに決めれるってことですよね。めちゃくちゃ社長向こうの方が有利っていう、いける作り置きせんで、うん、したら鮮度が下がるとか言う。そうです。じゃあ任せろ。どうせ濡れるとか言う。じゃあこの湿気がとか言え、うん、スタートと5分だけ、じゃあ制限時間5分お願いします。いいですか。じゃあ5分ですね。あそういう感じで戦うんね。それではそういう感じでやるんですね今日。それではいきますよ。はい、じゃあよーいスタート。はい、というわけでですね皆さん、この放送を見ている、あこっち向いて喋るそっちじゃねえだろ。あのな、俺と喋りに来たんだろ。ちょっとこれなんかただの喧嘩になってません？ちょっと討論しましょう。あじゃあダメなんだ。はい、優しく喋ってあげないとダメなんだ。いやだってうわーそっか、じゃあ優しく喋ってあげましょうか。ちょっとテーマからずれそう。いやいいですよいいですよ、はい言ってください。あ、はい、じゃあまずいきますよ、はい、私はですね、はい、アンパンマン皆さんご存知だと思うんですけども、はい、よく考えてください、はい、まあストーリーみんな知ってると思うんですよ、はい、アンパンマンパトロールします、はい、バイキンマンちょっと来ます、うん、わあなんかやってる、うんうんうん、何やってんだお前、うん、あではアンパンマンって一回やらずになるじゃないですか、うん、でその時にアンパンマン新しい顔よアンパンみたいな感じでバーン元気100倍ドーンイエーイみたいな世界観で何十年もやってるアニメなんですけど、うんうん、もう話長いよね。いい加減、うん、もうみんな分かっとけこの話。そうですね、そういうこと、いやちょっとこう前置きとして、もういい加減、うん、もう気づけよジャムと、もう絶対やられそうになるの、うん、気づくわけじゃないですか。だったらもう毎週金曜日10時55分からの生放送がアンパンマンあるんだから、うん、もうあらかじめパン作っときゃいいじゃないですか。でもそうやってピンチな時に投げてくるってことはもう作ってあるんじゃない。いや作ってないです。やばいってなった時に作り始めてたらもう間に合わんよね。やばいってなった時にすぐ持ってこれるってことはパンを作る過程とか、うん、焼く時間とかそこにかかるその時間を考えたらもうすでに負ける前提で作られてると思うから、もともと作り置きされてるはずなのに作り置きしておくべきであるっていうのは破綻してない。いや間違ってます。じゃあ作り置きされてないって思うんですか。あれはもともとあれは絶対に作り置きされてないです。あれは生放送なんだよ。あれアンパンマン生放送、あれ生放送、あれ生放送なんです。あれ生なんです。あれでもみんな気づいてないだけなんですけど、あれ生放送なんですよ。生であのなんかアクションとかやってるってこと。いやそうそうそう、あれもうドローン、あの空撮とかドローンとか、だからカメラが入って、うん、もうパトロールして偶然撮れてるんですよ毎週あれだからそこがもう社長の知識のこう詰めの甘さっていうか、あれ生放送なんですよ。じゃあ中林さん生放送だとして、はい、でも作り置きはされてるって思ってたけど、いや絶対ないです。あの、うん、よく考えてください。誰かアンパンマンがやられてるところを絶対目撃して、やばいジャムおじさんアンパンマンがやられそうなんですって言って、やばいってなって作ってるシーンがやっぱあるんですよアンパンマンの中で。ないですよ。いやあるんですよ。根拠はありますよ、まあ、多分そのシーン探し
ってもらってなかったら、あの視聴者の嘘をついてるところがありますよね。アンパンマンに詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひその、絶対あります、絶対。ちなみに俺、子供の時の記憶。じゃちなみに誰がヤバいって、じゃあ毛利さん連絡してるんですか。大体赤ちゃんマンとかさ。赤ちゃんマン、懐かしい。カバオくんとか、あの、いるじゃないですか、モブ。赤ちゃんマン、まあ、その彼らが、はいはいはい、あれでも表情見たら分かりますね。あれやらせじゃないんですよ、絶対。ガチでヤバいと思ってるんですよ。あの論点ずらすのやめてもらっていいですか。いやでも、はい、絶対にもう毎週決まってる事実なのであれば、うん、あらかじめ山本さんも学んで作っとけと、うん、人の命がかかってるんですよ。じゃあ逆になんで作り置きしてないと思います。多分僕は鮮度が落ちるからとか、はい、やっぱ正義のヒーローじゃないですか、はい、正義のヒーローを生んだ親として負ける前提でこう作ってる、それ良くない、なんかそういった思いとかもあると思うんですよね。はい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 。まあ、もう一回言ってもらっていいですか。作り置き。だから僕はもともとね、もともと作り置きはされてるだろうと思ってるけど、はい、あなたがこういうこと言ってくるってことは、はい、作り置きしてないと思ってるってことですね、今。逆になんで作り置きしてるってこう思うんですか。間に合ってるからっす。ピンチな時にすぐ。パンですか。パンが間に合ってポンってやって元気100倍になっちゃうじゃないですか。社長の意見としてはパンって平均的に2時間から4時間ぐらい作る時間があるんですよ。はい、でやばいってなって連絡行って4時間かかってます。特にさっき生配信って言われてましたよね。はい。そのアンパンマンの尺って何分ですか。30分です。じゃあもう間に合ってないですよね。いやでもまあ作り置きされてるっすよね。ジャムならではの技術があると思うんですよ。30秒。ん？ジャムならではの発酵の時間がたまたま15分で12分で焼いたら間に合うんですよ。でもその12分で焼いてるっていう根拠あります。まあそれジャムが言ってたっす。連絡先知ってるんですか。あ、知ってます。ジャムが言ってたっす。あとで見せてください。まあ今電話してる。いやジャムに失礼なんで。そう、なんかそんなジャムを否定する感じなら僕教えないですよ。でも結論として4時間かかって、あれは30分の生放送であると。じゃあ間に合わないですよ。作り置きされてる。終了終了終了。何でもいいやん。もう何でもよかった。これは何。いや本当よ。まあもうなんかさ、クソみたいなお題持ってきすぎやろ。まあ、あの皆さんに言うと、これからの討論者は絶対僕より面白いです。お前が言うの。大丈夫です。あのここから右肩上がりなんで皆さん。あ、最初だけあれでハードル下がる。そこういうしょぼいやつもあるけど、だんだん放送と面白くなってくる。まあまあまあ、まあ、今日いっぱいあるけど、試合。そうそう、今日試合がいっぱいあるんで。なるほど。まあまあ、じゃあ判定の方。あ、はい。あ、じゃあ僕判定できないんで、あの脇さん。あ、はい。わ、はい、かりました。判定は社長が、試合判定に定評がある脇さんが。いやいやいや、試合判定、はい、審査員側がバトルするときは脇さんが入るっていう。脇が一番公平やけんね。そうですね。これもう名前を書くだけでいいんですかね。まあ青か緑かでもいい。わかりやすいな。でも千葉でも最近髪青っぽいです。見て、いやこれ抜けちゃったのよ。ほら青やんこれ。昔のゲームボーイカラー。相馬と同じ色やん。じゃあ決まりました。はい。じゃあまず脇さんから。はい。じゃあいいですか。はい。僕は社長だと思います。ありがとうございます。理由はですね、生で作ってると、あのチバニャンさんがおっしゃられてましたけど、僕はそうは思いません。以上です。 ありがとうございます。なるほど。まあそうですよね、根拠なかったですから、うん、まあお題持ってきたやつがダメやったし。じゃあ続いて五木さん。はい、はい、カメラ見ます。はい、はい、自分もあの DJ 社長ですね。ありがとうございます。はい、やっぱりまず嘘はダメなのと、もう嘘をやっちゃったらね、何でもいいですからね。確かに確かに。はい、ね、で、あとはやっぱ生放送よく知ってたなと思って、生放送でね、そうです。ね、生放送は事実だったってこと。あ、多分、あ、分かんないですけど、もう事実かなと思っちゃいました。はい。で、はい。で、その中でね、やっぱりその30分であれは作れないだろうと。はいはい、だからあれも演出でも最初から作ってあるんじゃないかなと思って、はい、社長です。ありがとうございます。はい、まあ、ここから3人は全員僕っすよ。じゃあ堀さん。はい、社長っすね。ありがとうございます。まあ、理由は そもそもこうなんか討論でどっちが勝った、うん、なんか討論で社長の方がうまく喋れたから社長とかじゃなくて、普通にお題が悪い。お題悪いよね。普通にお題が悪い。やけんやけんお題を持ってきてない社長の勝ち。持ってきたお前の負け。ありがとうございます。まあちょっと厳しい意見もありましたけど、ありがとうございました。さすがだ。ほんでお題が
はい、1試合目はこんなもんじゃないですか。はい、帰れ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 。ノックアウト、新しいカウント変えてもらってこい。まあ、あれはもうあれお題持ってきた時点で負け確定ですね。そうですね、あれはあのお題が出た時点で負けなんだろうなと思ってました、ね。うん、はい、オッケーっす。じゃあもう次から次にポンポンいっちゃいますか。はい、どうしますか。じゃあ2人目のお題行く前にさっき言ってた隠れモンスターを1人目ちょっと出してもいいですか。はい、はい、隠れモンスターの方どうぞ。これ VTR ですか、それとも、あ、じゃあ隠れモンスターはこいつだ。どこに、あ、確かに、はい、どうすります、間とか、間とかにちょっと、これはマジ心強い、いやマジで心強い、確かに、水を2つお願いします。賢いからこんだけお金を持ってるからですね、やっぱもうディベートにはもう定評が、いや間違いない、勝てる人いるんですかね、いないでしょうね、そらそう、はい、結構僕 YouTube で論理的思考力大事だよって言ってるんで、はい、論理的な話ができなかったら僕多分ここで終わっちゃうと思うんで。じゃあ、終わりじゃないですか。一番ハードル高いですよ。なるほど、なるほど。はい、自分でハードル高めていくタイプ。あの、ひろゆかあらいさんです。あ、これゆかないさんは実はこれ、はい、あ、なんか若干ネタバレになるんですけど、僕一回この前戦わさせていただいて、そうですよ、じゃあホイ君と死ぬほど強いっすか、この人死ぬほど強いっすか、いやいや大したことない、ほぼマジジェネリックひろゆきなんだよ、マジでこの人やばい、いや、そもそもさ、ホイ君と丸君がさ僕のチャンネル出てくれて、そうですね、論破対決したんですよ、はいはいはい、それを丸パクリされてるんですよこれ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あの裏でなんかそんな面白くねえなって言ってるんだ。じゃあ三度面白いんだろうな。面白くするから。すぐ喧嘩させる。今日スペシャルゲストでガーシーさん来てるから後で討論してください。いいじゃないですかそれ。めちゃくちゃ盛り上がるんですよ。ひろゆかがりさん、いつもこんな動いてるんですか。あ、いや、そんな、あの、はい、普通に、僕動いてます。やばいって。めちゃくちゃ動いてる。普段はフランスですか。そうっすね、ちょっと今日あの DJ 社長がおごってくれるっていうことなんで、マジで動きが本物や、動きが本物ないです、本物すぎるやん、マジちゃんとアップあるよ。ということで、あの隠れモンスターありきので2試合目いきたいと思います。じゃあ2人目のチャレンジャーこの人です。次のチャレンジャーはこの人だ。神は MAさあ、モンスターを論破せよ。お、ということで、2人目のチャレンジャーはエルコレからこの方です。全然事前の PR の動画と全然違う感じ。確かに全然違う。え、現場間違えました。こんにちは。それか雰囲気加工してきました。え、そんな自己紹介の自己紹介、そんな、こんにちは、神谷歩。戦える、この後ちっちゃ、この後戦える、ちっちゃ。結構あの同じあのグループで働いてますけど、あのこう見えて、はい、もう論戦になるとめちゃくちゃ強いんです。あー、そうは見えない。あー、やめてほしい。1億売ってるんで、やめてほしい。え、1はい、1人で、1年で1億、そんな声ちっちゃいのに1億円してんの。売ってますから、すげー、すごいんです。だからあのすごい変わるタイプなんで、おえー、なるほど。じゃあお座りください。なんか自己紹介とかあれば。あ、確かに、将棋大好きです。将棋大好き。戦えるかな、戦えるかな。いや、まだあの戦闘力隠してるんで。あー、なるほどなるほど。戦闘力上げられるんで。はいはい、はい、4ある高は爪隠す系。そう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 、なるほどなるほど。そろそろほぼ苦しくなってきたんですけど大丈夫ですか。あ、大丈夫、もうじゃあ、はい、行きますか。はい、じゃあ行っちゃいましょう。あの、じゃあ持ってきた持論の方を。あ、持ってきてない。大丈夫かお前。おい、あ、だってこれ多分計算なんだよこれも。あ、じゃあ、あの宮本武蔵的な。こんなに膝出てるやつが計算できるわけないでしょ。
どこだっけ、ちょっと取ってきます。やばいやばい、おーおーおー、準備をしっかりしてこいよ。グダグダ何やるの、だんだん拾えなくなってきましたね。はい、あ、そうですね、じゃあ、はいはい、ちょうど 今この会場を使わせていただいてるんですけども、はい、これはエルコレのミストというお店で、これ内装費3億円かけてます。おー、3億円、3億円かけてます。3億円かけたんですか、はい、2億円くれたら僕が同じの作って1億円もらうのに。確かに、ぜひ逆にやっていただいて、ね、はい、やりたい、有名なると思う。2億円もあればね、そうそう、2億あったら作れる、作れる。次お願いします、もし。お願いします。はい、次の時僕らにお金くれれば。はい、じゃあ最高のエルコレさんのおかげでこの番組成り立ってますから、うん、はい、はい、ということで、え、俺らが突然だけお題まだ、あ、来た、お題来ました。すいません、今書けます、ごめんなさい。今書いた、あ、今書いた、緊急で。じゃあお題どうぞ。あ、カメラ、カメラ、あ、こっちか。ホストが好きな女性に店でお金を使わせるのはありかなしか。おお、なるほどなるほど、このお題もまたなるほど、ね、すごいな。え、でもなんかちょうど良さそうだけどね。ホストが好きな女ですね。はいはい、はい、ちなみに戦いたい相手とかいらっしゃいます？ちょっとお金の価値分かってそうな竹内社長が2戦目でいきなり、いきなり隠れモンスター超強いよ。おー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 、これは食隠れモンスター、はいはい、楽しみ。時間の方大きいですね、生徒会ですね。じゃあ早速行きたいと思います。お題がホストが好きな女性に店でお金を使わせるのがありかなしか、どうぞお願いします。じゃあお願いします。お願いします。まずなぜお金を使わせるのがありだということですか。あ、あり、あ、ありです、ありです、ありです。なぜありなんですか。なんかまず、まあ、男って結構そのなんだろうな、まあ、仲間とかと、まあ、部活とか、まあ、何でも、まあ、スポーツとか俺結構大好きなんですけど、まあ、何か目標を立てて仲間と協力して一つのものを目指していくっていうのが、まあ、人生の喜びで大きいもの一つにあると思うんですけど、はい、そのまあ、そこに女性が入ってくることって結構少ないじゃないですか、うん、なんかいつも男、まあ、野球とかでもマネージャー見てるだけみたいなのが多いと思うんですけど、うん、はい、ホストって、まあ、自分ではじゃ男性が目標を立ててそれをまあ目指して努力していく中で、それってまあ一人じゃできない、ある意味チームスポーツだと思ってて、うん、アメフトのまあクォーターバックが男性で、まあ、お客さんがまあその選手一人一人みたいな、うん、でその、まあ、女性が例えばじゃその人がいくら売りたい、じゃ1000万円売りたいとして、うん、例えばその目標のために、うん、自分で例えば今いくら売り上げ上げてて、うん、それに対してこう私がこれぐらい頑張って、うん、応援してそれを達成するっていうのを今一緒に体感するみたいなって、うん、まあ、結構それは分かるんですけど、そもそも女の人に、はい、じゃあその好きな女性に対して自分も好きになってもらいたいんですか、はい、だって好きなんだからそれはそうですよね。はいはい、そうですよね、はい、だとしたら確率下がりませんか。いや、そんなことはない。だってお金を使わせてるわけじゃん。使わせなくて、いや全然いいよって、お金なんか使わなくていいよっていう方が、あのお金を使った方が女性は男性を好きになると思うんですけど、俺はそれってすごいごく限られた人たちですよね。いや、そんなことないと思いますよ。普通にこれはまあ心理学的にもさ、物、まあ、人が人に執着するときって、まあ、時間とお金と感情、この3つをどれだけかけたかが、うん、まあ、好きになる要因だと思うんですけど、あとまあその好きになってもらいたいかどうかではなくて、その自分が好きだって思う女性が自分にお金を使うことをまあ、よしとするかどうかなんで、自分がどう好きになってほしいかどうかとかはあまり関係ないかなって。いやいや、それだと多分好きじゃないんですよ。だって自分が好きになってもらいたいのが好きな女性は好きになってもらいたいのが普通でしょ。一般的にこれ議論って成り立つかどうかですよね、はいはいはい、だって一般的にどうかなんですよ。自分がどう思ってるかじゃないですよね。ありかなしかっていう話でいくと、自分はそれはありだと思う。自分が好きな女性に好きになってもらいたいですけど、うん、まあ、まずその自分が頑張ってることを一緒に応援してもらって、それが相手が好きになってくれる気持ちを阻害しているっていう意味がよく分かる。それって別に彼じゃなくてもいいじゃないですか。ホストとして頑張ってるわけじゃないですか。もちろん別のものでもいいと思います。応援してもらっていいだけで。俺がバンドマンとかで、はい、じゃあ例えばじゃあメジャーデビューしたいんだとか、うん、まあ、武道館でライブしたいんだとか、うん、そういうのを目指してて、うん、その中でじゃあその子がバンドだったりとか、うん、あ、ドラムだったりとかベースだったりとかで一緒に自分が頑張ってることに対してそのパーツの一つとしてやっていこうねってなったら、別にそれは労働力でもいいと思うんですけど。女の子に頼るっていうのがちょっと間違ってませんか。頼るとかではないんじゃないですか。実力を試したいんであれば、いろんな女の人から例えば貢いでもらえるのか、お金を使ってもらうことが正しいんであって、あ、もちろんもちろん、その中で自分の好きな人にお金を使わせるのはありかなしかって言ったら、それってなんか好きな人じゃない。いや、全然、むしろ好きな人と一緒に目標を達成する方が嬉しくないですか。それって好きな人に対してお金を使わせることがありかなしかって話じゃなくて、うーん、
じゃあまあ自分が目指しているものがあったとして、それって自分が好きな仲間と一緒に達成する方が嬉しくないですか？自分が好きじゃない女性にお金を使ってもらってそれ達成しても逆に嬉しくないですか？自分の実力じゃなくない？それって。いや、彼女が要するにお金使ってるわけでしょ。自分はお金入れないでしょ。いや、お金を使ってほしいって思う男性でいることが。自分でお金を入れたらいいじゃないですか。いや、それもまたそれルールの外なんじゃないですか。なんで自分のお金持ってきて自分でお金使って売り上げ上げてナンバー入るっていうのはホストのやり方しておかしくないですか。それエース、まあ、使ったお金、それ好きな人じゃなくてもよくない。自分が顧客の人になっちゃうからそれルール違反なんで。相手が好きな人っていう前提でしょ、はいはい、じゃあ相手も好きになってほしいって今思ってるわけじゃないですか。まあそうですね、はい、別にお金使わさなくてもよくないですか。それ以外にお金を使わせれば使わせるほど、はいはい、多分その人が自分のことを好きになってくる確率って絶対下がると思うんですよ。あの相手が自分のことを好きかどうか今とりあえず置いといて、いや、さっき自分で、じゃあ自分が好きな女性ですけど相手も自分のこと好きかもしれないじゃないですか。相手も自分のこと好きだっていう前提だとしても別に俺は使わせるのはありだと思ってて、相手が自分のこと好きだったら、ああそうですそうです、もうすでに、ま、今なんか好きじゃない、相手が好きじゃなくて好きになってもらうための話をなんかされてますけど、はい、そもそも相手が自分をどう思ってるか今は、まあ、前提として相手も好きだったらってことですか。相手も好き、あ、どっちも同じですけど、相手も好きだとしても好きじゃなかったとしても、うん、別にあの自分が好きって思う女性にお金を使ってもらうことがまあいいことかっていう話、悪いことかっていう話だと思うんで、まあ、まあそうなんだけども、例えば自分の目標がそれホストでナンバーワンになることだったとしても、はいはい、別にそれを彼女は応援してるかもしれないけど、はいはい、そこに協力する意味って別にないじゃないですか。協力すること嬉しくないですか。全然それ実力じゃないじゃん。だって本当に彼女が本当に彼女が自分のことが好きなんであれば、はいはい、自分の実力でのし上がってくれよと思うのが僕は普通だと思うんですよ。いや、それは実力なんじゃないですか。まあ、言ったらその男性としてお金を使ってこの人が、まあ、ナンバーワンになるとか、まあ、それはただのお客さんですよ。位置に立ってほしいって思ってもらう得るかどうかって別にホストの実力だと思うし、それってだから、じゃあ例えばリラクルやれてますけど、うんうん、じゃあ好きな女性、はい、自分の大好きな女性が自分の、はい、じゃやってる事業のサービスを受けに来てお金を使うことと同じじゃないですか。ありかなしかというよりもそれは僕は自分で揉んであげます。無料で、うん、無料でやってる以上でーす、うん、ありがとうございました、はい、おー、結構バチバチでしたね。ちょっとこうさっきのアンパンマン何本当にさっきのアンパンマンさっきまでの態度と全然違うの。いきなり上がってくる、いきなりガチガチだ。めっちゃ尊敬してるんで話せて、オーバーソウルしてた、オーバーソウルしてた。じゃあもうこのまま審査いきますか。はい、お願いします。おお、じゃあそもそもこれ見てここのホスト来たいって思う人いるんすか。間違いない、間違いない。確かに、確かに、はい、あ、審査は、あ、はい、あ、やってくれてるんですね、はい、ありがとうございます。これは結構悩みましたもんね。これ結構ね、はい、結構バチバチでしたよね、はい、結構バチバチだった、思ったより喋るからびっくりしました。確かに、嫌だと全然違う。然だいぶ油断させられましたね。全然油断、油断させられました、ね、あれも演技だったか。いや、演技じゃないっす。スイッチ入ると変わっちゃうんです。すごいよ。じゃあ OK ですか。 OK です、はい、じゃあ僕は竹野内社長です。ありがとうございます。さっき立って思ったのが、うん、なんていうんですか、この商売だから好きなお金払う、当たり前ですか。ラーメン好きな人がラーメン屋にお金払う、当たり前じゃないですか。だからホスト好きな人がホストにお金払う、めっちゃ当たり前の話だと思うんですよね、うん、だからかなり不利な状況で僕戦ってるってやっぱ見ちゃったんですよね、うん、それは当たり前じゃないですか、うん、ラーメン好きがラーメンにお金使うのはありかなしか、うん、こう言われたらめっちゃ当たり前じゃないですか。いや、普通にありですからね。そうなんですよ。だからやっぱめっちゃ不利な状況で戦ってるのに、うん、こんだけいい勝負できたなら、うん、このお題の不利さを考えて竹野内社長かなと思いました。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、伊吹さん、はい、でも本来はホストなんでホストに味方したいんですけど、竹野内、おー、はい、というのは、はい、まあ、先ほど言ったように結構不利な状態なのと、あとはこうやっぱりこう見ている視聴者さんがどうかが自分の中で大事だと思うん で見ている視聴者さんホストというものに対してのいろいろな思考がある中で、じゃあどっちになるんだろうなって考えたら、おそらくこっちになるだろうなって、自分ももしホストじゃなくて一般市民で一般の、仕事をしている中で、じゃあどっちってなったら竹野内さんにつけてたんだろうなっていう感じです。なるほど、はい、ありがとうございます。ホストじゃない状態だったら、じゃあホイさんお願いします、はい。僕も竹野内、理由は、はい、このホスト君側の主張をパーって聞いてて、うん、なんかすごい自分本位だなと思って、うん、じゃあ仮にそのホストでお金をいっぱい使う人で多分、まあ、
まあ、風俗系だったりの仕事をするわけじゃないですか。ってなったら自分の好きな女の子だったらセックスするときお金払うべきなんじゃないのと思って、ああっていう、っていうどっちも応援し合うべきだったらと思って、ちょっと自分を褒めすぎたかなと思ったので竹野さんにあげました。なるほど、ありがとうございました。以上、勝者竹野さんです。ありがとうございました。いや、あの不利な状態からすごいですね。いやいや、すごかったですね。いやいやいや、ホストの方が有利ですね。ちょっと焦りましたね。いや、確かにめちゃくちゃ喋ってた。めちゃくちゃ難しいお題来たなと思っただけって僕は思いました。めっちゃびっくりするから喋りましたね。どっちかって僕お金使うのありな方なんで。ああ、なるほどなるほどなるほど。しようかなと思いましたね。めちゃくちゃ不利な。そうですね、モンスター、そう考えたら結構不利っすよね。不利っすね。まあ有利なお題なんでね。ですよね、向こうが持ってきてるからっすね。そうですね。なるほどなるほどなるほど。じゃあもうこのまんま行っちゃいます。3人目行きます。じゃあ3人目モンスチャレンジャーお願いします。次のチャレンジャーはこいつだ。いつも言うたんじゃ、ロンパーを、まあ、ゼロに言えばいいんじゃろうが、普段の俺を見せつけりゃいいんじゃろうが、俺をロンパーできるやつなんかおらんじゃろうが。レベゼンのメンバーひろゆき出せよ、お前てな感じでね。さあ、モンスターを論破せよ。さあ、それでは根島龍さんです。シャキーン、あやっしゃー、おやそんなんやったっけ。最近ちょっと飽きてきてるんですよちょっとヘズマに待って、俺もキャラ変せんといけんの。飽きるわ、ちょっと飽きるよね。飽きるすぎてるわ、もうダメだ。サク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 、4回目まで、うん、もうサクサクいこう。よし、行こうかちょっと元気なくなってるごめん、だってもうテンション下がるよ。ごめん、おい、よし、やろうか。それは体力不足やろ、飽きられとうのは。よし、え、もうじゃあすぐお題いく。まあ説明不要やしね、この人。確かに、うん、自己紹介いらん、うん、次迷惑の人私やっぱ ある一定数のアンチがおるけん早めに終わらせとかな。アンチが、うん、じゃあもうお題出しちゃっていいですか。いいですよ。ヘズマリュウは迷惑ではない。お、初めて不利なやつ持ってきた。おあいつ自分が不利な方、自分が不利な方初めて持ってきた。こいつ考えたぞ俺は。こっち側はじゃあ迷惑側で話していいってこと。そう。あ、なるほど。それか、自分が迷惑側で話す。あ、いや俺は迷惑ではない。あ、そうなんや。なんだ、勝手に世間が迷惑系って言っちゃうだけやけど。あ、なるほど。そう、自覚ないか。自覚ないんや。もうね、反省してるよ。じゃあ誰、もう指名、指名はもう決まっちゃる。おめえ決めた。親友、まあね、そうだろうな。そうだろうな。お前はマジ迷惑よ普通に。違う。まあ俺の話を聞いてよ。ああ、まあ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 、それはね。それはそう。戦う。いや、迷惑されてほしい。確かに本人や。本人や。じゃあ行きますか。あれ、はい。よし、一か親友。時間。これ5分もいる？この戦いに。まあまあまあ行ってみるか。適当に。行きます。じゃあ。ヘズマリュウは迷惑ではない、または迷惑である。討論スタート。なんでその迷惑じゃないと思うの、そもそも自分のこと。俺は犯罪者や迷惑じゃねえ。いや違う、迷惑やけん捕まると。違う、犯罪を犯したから捕まった。いやだけど犯罪行為は、あ、でもそ、いやでも迷惑。そうやろ、お前が捕まった理由は、その捕まった理由は迷惑行為や。いや、その犯罪の。ちょっと待って、聞いてくれ。わけわからんサーモン食ってさ。魚の切り身じゃ、サーモンじゃねえ、カジキマグロじゃ。カジキマグロ食ってよ、金払ってけどよ、万引き、窃盗罪、迷惑じゃん、犯罪じゃん、これ犯罪じゃん。まだお金払ってないし。犯罪者。ちょっと待って、迷惑、ま、犯罪者やけどさ、迷惑ではない。迷惑なってた。俺はスーパーの人たちみんな迷惑がってたでしょ。あの犯罪やけ、迷惑をかけた YouTuber たち。いや、あいつら邪魔で、 YouTuber なんてのその辺のやつらみんな迷惑かけちゃうんじゃけ。路上でからさ、撮影してさ、うん、顔が映る、肖像権違反、うん、で、あれもさ、もう通路の妨害、うん、進路妨害、うん、で、道路使用許可取ってない、うん、俺は、あの一般市民に迷惑をかけとるやつらの集団に助けちゃったけ、ヒーローなんや。迷惑じゃない、これは。じゃあ迷惑じゃなくていいよ。迷惑じゃねえよ、迷惑じゃねえよ、
いやいやいや、そういう動画じゃない。じゃあもういやだけど、迷惑、俺はマジであれ迷惑だった。あ、そうね、あそうそう、もうあれだけ俺味わっとるもん。ちょっと待って、ちょっと待って、銀太はね、マジで迷惑、普通に。ちょっと待って、あれはレペゼンが去年、2年前活動休止して2日目じゃったんよ。お前活動休止に外うろちょろすんな。であと、おめえみたいな、おめえみたいな有名なやつがあんな新宿の東口におってよ、それはお前あれじゃん。いやでもマジ迷惑だよ。それはあの突撃したいよ。しかもお前知ってる、俺原付で山口まで行ったけどね、山口の人たちにね写真撮ってくださいって言って、お前ヘズマの地元やって言ったら、ヘズマのマジでみんな嫌ってたよ山口県民。それ今関係ないからよお前。俺は犯罪者よ、めっちゃ暗い。俺犯罪者やけ、いい好感度とか求めてないから。犯罪者やけ、俺は迷惑ではない。しょぼ、いやマジで迷惑。俺は迷惑じゃない、迷惑迷惑じゃない、迷惑の言い合い。いや犯罪者じゃん俺は。でそれをなんで、マジで迷惑だよ、本当に迷惑だった。本人やけどね、本人やけどね、本人が迷惑って思ったらそれはもう迷惑。あのすいません、その時は審査いらないよ、審査いらないよ、審査いらないよ、審査いらないよ。これなんか何がムカつくって、ずっと電車で一番嫌なやつの座り方しとる。足があんな広げて、めっちゃうざいやつ。たぶん浅田真央ぐらい足広げたんです。じゃあ迷惑です、あなたは。あ、迷惑です、迷惑でした。こればっかりはもうだって銀太選んだのがミスやろ、本人なんだ。本人が証拠がありすぎる。銀太が迷惑って言ったらもうだって迷惑や、迷惑や。そうね、お前この前の動画ね、はじめ社長に迷惑かけてすいませんでしたって飛び出した。それはじゃあ迷惑や、自覚がある、自覚がある。すいませんでした、ほんまに。ありがとう。くそー、待って待って、おう、うどん、すいません、失礼します。急にちょっと僕今回お呼ばれしたんですけど、はい、皆さんの中に戦いたい相手いないんで、ちょっと彼と戦っていいですか。おー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 、心臓でかっ。久しぶりやん、お前市長。あれ俺に突撃してきたやつやろ。久しぶりやん。ちょっと因縁あるんで、ちょっと今日 V 作ってきた。はい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 、おーキモい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 、これは見たい。昨日で撮った、やっぱキモいですね。昨日で撮った、あれどっちどっち行ったですか。感謝です。いきます、これ見たことあるよ。これ見た、これ、これ見た。ちょうどヘズマ龍が一番あの嫌われとって突撃しまくっとった時やろ。逆に同じことするってやつやん。そうです。ヘズマ龍が。っていうね、ちょっとこいつに同じことをするっていう動画を撮って、その時からめっちゃ仲悪いんですよね。はい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 、その意味は今日話したいです。はい、ああディベート対決したい。いいですか、いいでしょ、いいよいいよいいよ、全然全然、せっかくなら因縁ある方がおもろいよ。確かに、間違いないよ。じゃあ持ってきたお題は、持ってきました、ヘズマ龍は許されるべきではない。最近許されがち、許されて許されるべきではないわ。確かにめちゃくちゃ、何この展開。今日いじめに来たのみんな。もう今日は潰しに来ました。はい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 、許されるべきではないわ。おもろい。じゃあこのまま行っちゃいますか。じゃあ行きますか。行きます。ヘズマお前負けたら許されるよ。こ勝つぞ、次は勝つぞ。ヘズマリは許されるべきではない、または許されるべきである。ディベートスタート。じゃあちょっとまず本気出していいですか。あ、いいです。戦闘モード入ります。おお、やめとけ、怖いから入るタイプ。やばいやばいやばい、あーあー、ひろゆきみたいなやつ。おい、まずお前今ヘズマリって名前で活動してるけど、うん、そこで出た知名度全部迷惑行為で集めた知名度だよな。そうじゃん。それを今そのままノーノーと許されたからって名前使って、結局悪いことして集めた知名度そのままお前今使ってんだよ。いや違う、ちょっと待て、あの前言撤回じゃん。
俺は迷惑でも有名になったけど、捕まって裁判が終わってその後選挙にも出た、はい、青汁王子でオフパコして無敵になったけど、うん、それも知名度じゃ、うん、ホームレスにもなったホストにもなった、うん、で結婚して話題にした、うん、それはそこの知名度じゃ、ヘズマリュウにはいろんなリスナーがおるんじゃ、うん、昔の迷惑系のリスナー、いやでも今のヘズマリュウのリスナーもおる、うん、TikTok でもライブしてるぞ、いやでももともとヘズマリュウって名前自体ははじめ、はじめ社長にとつったりとか銀太君にとつったりして稼いだ知名だよ、そもそもお前が一般人だった時に選挙立候補なんかできないし、青汁さんとコラボだってできないんだよ、そもそもそのコラボにありついてるのはお前が迷惑行為で集めた知名度のおかげなんだよね、そりゃそうじゃん、じゃあ負けじゃねえかお前、許されるべきじゃないぞこれ、それと許される許されないは違うぞ、今俺が迷惑行為をしとるんであれば許されるのは当たり前けど、今、まあ、世間の半分ぐらいか、うん、半分ぐらいは許しとる、許してないよ、許してないよ、それは違うぞ、分かった、じゃあ3分の1は許しとる、いや3分の2許してないよ、許してないけど、でもそれは今までのヘズマリュウを知らなかったか、いや知ってるやろ、実はちょ待て、実は優しいヘズマさん、オラフォイとも仲良くなれるし、うん、マルとも仲良くなったし、銀太ももうワッキーみんな仲良くなった、これはね、柴田だけ俺のことを許してくれてない、いや当たり前やろってことはよ、裏ではいい人かもしれんじゃん、仲良くないよ俺ら、あなんでそんなことで言うんだろう、とのことLINE知っちょるよ、LINE知っちょる、いやこれはレペゼンさんの懐が広いだけなのよ、普通の人やったら怒ってるし、だって柴田さんだって今もずっと怒ってるんで、初め社長も許してくれた、いやそれはレペゼンさんが一緒に来てくれたから、お前一人であの家行ってたらまた通報されてるわ、結局それは捕まるけど、でもあれじゃん、あもうでもだ解明しろ、お前はもうヘズマリュウって名前を使ったらもう意味ないのよ、知名度使ってるから、そのふざけんな、解明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 、そうなる気やめて、解明、一応名前を考えてきました、お、はい、あなた明日から小川拓也です、小川拓也、これやったら知名度関係ないでしょ、確かに小川拓也ならこれでやるならあなた世間から許されていいのよ、あでやるにやるぞ、確かにこれまでの一旦全部捨てて、そう、もう一回ゼロからやり直すってことだ、ね、確かに変えるけど変えるけどそれは嫌だ、変えちゃう変えちゃう、じゃあ何どうする、何にすんの、じゃあヘズマデューチェル、いや、使ってるやん、ルーチェルでちょっとエゴさ引っかかるようにしてるやん、ルーチェルの方がおもろいな、小川拓也です、いやそりゃしょうもねえわ、いろいろしょうもない、だからおまけよねこれ、いやちょっと待って、解明した方がいいよ、許しとる、みんな許しとる、いやだから許してないですよね、それで言うと、これ負けたら許してんの、やめてください、そういうのは本当に、そもそもあなただって YouTube をもうアカウント作れないんですよね、まあ、で Google さんにはそもそも許されてないですよね、まあ Google からはね、でもコラボは全然大丈夫、コラボは大丈夫、それはだからレペゼンさんが優しいから使ってくれてるのよ、俺も含めね、朝倉未来もじゃん、朝倉未来さんも優しいの、結局再生数が取れるから君を使ってるだけで、本当に許してるかって言ったらそうじゃない、お前俺のこと許してるやろ、許してないよ、許してない、許してないよ、全くすいません、本当に、え、何やったの、許しとるやつもおるもん、うん、許しとるやつもおるけどそれ少ないのよ、許してない人の方が多いから許されるべきではないっていう、まあ確かにそうです、酔わない、以上でーす、だってもうむずい、もう絶対許してくれんよ、やばい、小川拓也やな、これ今日小川拓也になるかい、ちょっとアカウント名変えとこうか、小川拓、小川拓、どうですか、ゼロからのスタートですね、うん、はい、あでも一応出してもいいんじゃないですか、じゃあ一応じゃあやりますか、お願いします、ガチガチしていきましょうか、あと思ったのがこれ3分の方がいいかもね、確かに3分以降同じ株価がちょっと続けて、でもしいけそうと思ったら延長とかを採用するかぐらい、確かに3分でいきましょう、次からエズマさん勝ち終わったと思うんですけどね、ああ、うん、まあ今は許されてないかもしれないけど、はいはい、じゃあ何かをすれば許されることもあるわけでしょって、うん、その手段があった、だって許されるべきかどうかって言ったら例えば自分がボランティア活動を5年間続けたらどうなんですか、今迷惑はかけてないし、そっちの方でいいことをしたら、はい、まだだから今の時点で許されるべきかどうかって言ったら別に許されるべきでしょって、やり方でしょっていう話ができたはずなんだよね、確かに、じゃあ小川拓也の企画一発目ボランティアだ、いや解明してボランティア、じゃあ僕の意見言います、国井さんです、ありがとうございます、はい、
これは理由として、あの今竹野社長が言ったように、別に犯罪者も犯罪して牢獄入って許されるじゃないですか、世間的には。だからもっと異様あったと思うんですよね、うんうん、討論として弱かったヘズマが。シンプル、うん、もっとそういうとこついていけば国も困ったと思う。そうですね、うん、慈善活動したら許されるんじゃないかとかって思いましたね、うんうん、はい。じゃあ自分は、はい、小川拓也に改名で。やっぱりね、ちゃんと、ね、この名前で、ね、あのゼロからリスナーさん作ってもらって、うん、そうっすね、やってもらえれば、ね、ちゃんとした、はいはい、小川拓也やってもらって、変えよう変えよう。じゃあ続いてホイさん。俺も満金に。これでも満金に1票なんやけど、うん、でも俺はでもこの討論の中でまだ許してないのって聞いて、うん、許してない、申し訳ないって言っとった。その今後良くなりそうな点は見れたけ、別に俺はヘズマでいいんじゃないのとは思ったけど、ありがとう。だけどしばらく泳がせて調子こいとったら尾形くんにチェンジ。尾形くん玉滝さんみたいになってます。しばらくヘズマで泳がせてもまあいいんじゃないぐらい。なるほど、優しい。それ実際おもろいし、うん、ありがとうございます。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 ごめんね、本当に俺許してないからな。意外に3分ぐらいちょうどいいかもね。5分長い。じゃあもうパンパンいっちゃいます。いきますか。はい、もうなんかコメント欄が誰誰出す誰誰出す誰誰出すかめちゃめちゃ多いですよ。そんくらい待ち望んでる人たちがいっぱいいるらしいんで、逆にパンパンいっちゃいましょう、うんうん、よし。じゃあ続いてのチャレンジャーの人はこの方。どうも、ニコニコ生放送というサイトで横山みどりという名前でですね、配信やってる男です。暗黒放送やってます。今回はですね、なぜかこの私にですね、挑もうという論破野郎がいるらしいけど、ギッタギタのボコボコにですね、この口でね、封じてやろうと思ってますよ。ヒーヒーはしてやるわ。さあ、モンスターを論破せよ。え、マジ市議会議員。それでは続いてのチャレンジャーはこの方です。どうぞ。どうもです。どうも。じゃあ、え、その前にちょっともうちょっと聞きたいよ、自己紹介。あ、自己紹介ですか。横山、はい、横山みどりと申します。私はですね、2009年から、ニコニコ生放送というところをやっております。2009年、はい、2009年のですね、11年目、13年ぐらいですね。13年目だ。はい、やってるニコニコ生放送でやってます。でもともとですね、さっき紹介あったけど、市議会議員やってました、立川市で。マジで。 NHK から国民守る党というところで、立花隆のところで。その格好でやられてるんですか。やるわけないでしょ。こんな褒めたらアホやもん。バレバレる、でもこれでずっとあの覆面かぶって、まあ、もちろんね、あの議会では覆面脱いでね、久保田学としてね、やっておりました。あ、はい、そういう、あの44歳です。なんで覆面してるんですか。え、なんで覆面してるんですか。その当時はですね、昔は顔出しが怖かったんですよ。当時誰も顔出しなくて、自分も顔出すとなんかやばいなと思って、それで隠してこのキャラクターが居づきましたね、はい。で、今は外したりもするんですか。あ、まあ、本番中は外しますよ、はい、向こうでは外してます、はい、もう同一人物だってことはバレて、もうバレてます。いや、もう、はい、正直今日コメント欄でずっと久保田出せ、久保田出せと、横山出せ、横山出せと、緑出せ、緑出せ、レジェンドっすよ。だって君ら慣れ合ってるじゃん。でずっと慣れ合ってて、見ててイライラして、アンチコメントガチガチ言ってましたからね、あっちで YouTube で。はい、ネットの一番暗い層に住んで。暗くないですよ、アングラな層って言ってください。一番ほの暗い層に、はい、だからこういうね、明るい場所にいると僕もですね、やりがいがありますよ。誰とも慣れ合わってないから、逆にね、バシバシって言ってます。ケニー爺さん来たかと思った。誰だよそれ。面白いね、市議会議員さん、はい、どこの市ですか。確かに立川市です。お、立川、立花隆のマナ弟子です。へ、はい、もう弁立ちますよね。確かに、あ、じゃあ確かにめちゃめちゃ強そう。はい、負けませんよ、自信があります。そう、はい、じゃあ、はい、持ってきた持論の方お願いします。はい、こちらです。ドーンね、入れ墨してるやつは全員バカ。これでいきたいと思います。はい、これは、はい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 、なるほどなるほどなるほど、うん、入れ墨してるやつは全員バカ持論でいきたい。なるほど、俺らのこと言われてる、はい、誰でもいいです、ちなみに言うと。
あ、もう別に誰でも大丈夫ですか。誰でも大丈夫です。もう炭があればあるほど僕に思いますからね。そういう人じゃない、そういう人じゃない、分かったんじゃないこの人。やかれ、いつでもありますよ。やだこの人と戦うの。配信者でしかせんって。いいですよ、配信者。マジかよ、相手を知ってるから。じゃあ逆にマキさん審査員側に。あ、はい、わかります。マジか、絶対この回転マジか。マジか、こんな感じで初めて喋るの。審査員してもらいましょう。マジか、確かに確かに。この対決はおもろそう。これめっちゃおもろいと思う。容赦なく。いや、初めてなんか一番盛り上がりそうな、なんか、うん、いいバトルなりそう。本気でやりましょう。いや、やりましょう。まあまあまあ、まあ、結婚式ぶりです、はい、この喋り方の人は絶対強いっすよね、うん、いや強い、もう止まんなそんな感じしますもんね。じゃあそれでは、ディベート内容、うん、入れ墨してるやつは全員バカまたはバカではない、議論スタート。いや、バカですよね、うん、まずちょっと手だけ見せてくださいよ。うわ、すごい、まるで蛇のようなね。なんでこれ入れたの。そうですね、これは、うん、正直ここから先入ってなかったんですよね、はいはい、入ってなかったんですけど、その海外に出るにあたって、うん、結局、まあ、日本ってこれ偏見とかもともといろいろある国なんで、はいはいはい、しょうがないですけど、結局海外ってまたちょっと話変わってくるんで、うん、そのなんかより目立つ方がいいっていうのを、まあリーダーからも受けですね。じゃあいっぱい見るとこ増やしちゃおうって増やしてくるか、うん、あ、なるほど、はい、じゃあ論破しますね。まずですね、まずマイナスが多すぎるんですよ、はい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 、要は温泉入れない、プール入れない、はいはい、さらに言えば保険も入れない、はいはい、これリスクしかないじゃないですか、はいはいはい、なんで将来のこと考えずに入れたのかなと思って、はいはいはい、なんかまあそれに関しては、うん、そのなんていうんですかね、そのリスクは確かにもちろんあると思うんですよ、うん、でもリスクともにリターンもあって、正直銭湯、例えば、はい、スーパー銭湯には入れないんですけど、はい、普通の銭湯もしくはあの箱根とか湯布院とか大きい温泉街って、うん、あの観光客もめちゃくちゃ来るんで入れるんですよ、ね、うん、はい、その知識がまず1個間違えてるっていうのと、あとそのなんかデメリットばっかデメリットばっかって言われてるんですけど、僕たち今後メインの活動地をあの海外に変えていくんで、別に日本国内にずっととどまって生きていくならまだしも、別に海外に行くで、それはその日本人からの日本で活動するやつに対する意見であって、別に日本人から対海外でこれから活動していくやつに対するなんか議論にはならないんじゃないか。でもここは日本です。日本で、まあ、まあそうですね。だからここは日本なんで、日本人でしょ、はい、はいはい、だから僕もね、僕はね、言いたいんですよ、はいはい、別に入れるのは別に個人の自由ですよ、それはいいと思います、はいはいはい、ただ将来的に見てね、痛いしね、はいはい、んでこれでなんかね、これね、カッコつけてなんか弱い人間ほど入れ墨入れたがるのかなと思って、はい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 、俺この後帰ったらボコにされると思うけど、その覚悟で言ってますよ。ここのなんかそもそも多分入れ墨入れるのに強い人間とか弱い人間ありますよ、関係なくて、ありますだってさ、はい、あのね、俺はもちろんね、あのおしゃれとかで入れるのは別にあると思いますよ、よくね、でもね、後先のこと考えて、今日本でやっぱ偏見の目で見られるとか大変じゃないですか。そうですね、はい、ね、それはもちろん、そういう見られる目でやると、はい、いろんな人行きたいとこやりたいこと、そういったことがどん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 とできなくなっちゃうんですよ。そういった部分で僕はね、入れ墨入れてるやつは将来のことを考えてないバカっていうことをね、はあはあ、言ってます。それでもあなたの価値観じゃないですか、はい、その、あの後悔するか後悔しないかって主観だと思ってて、はい、そのなんかあの別に僕が後悔するときはそれ後悔すると思うけど、今のところ僕は別にまだ後悔してないんですよ、ね、うん、え、例えばで あなたがその、うん、僕にいやそれ後悔するでしょ、うん、後悔しかないよねって言ってくるのは別に入ってないからわからないだけで、はい、そのお互い入ってて後悔してるのはそうなんだ大変だったねっていう話であって、その人に対して押し付けるものじゃないんじゃないかなって。いや、押し付けてませんよ。ちょっと思うんですけど。僕でもそれ押し付けてるじゃないですか。いやいや、押し付けてない。だから入れることによって、はい、だってね、はいはい、あのやりたいことがやれなくなるから、だから僕は総じてバカって言ってるわけなんです。入れ墨入れててもやりたいことやれてるんですよね、うん、今。例えば、うん、普通にドームでライブやったり、うん、結構普通に配信にたくさん人が遊びに来てくれたり、まあね、別になんていうんですかね、例えばその、あの他の企業さんからこういう案件してほしい、あ、わかりました、やってるし、でも今のところ何不自由なく暮らしてるんで。いや、お相撲さんになれないじゃん。お相撲さんにはそうですね、今のところなる予定がないので、うん、ああ、お相撲さんになるならそれはもう僕は、いや、そうですね、お相撲さんになれないんで負けましたって言いたいところなんですけど、でもね、はい、例えばね、はいはい、将来ね、怪我して、そしてなんかのピーって頭から入るやつあるじゃん、はいはいはい、CIT みたいなやつ、はいはい、そこに入るとき、なんか炭入ってるとできないし、保険型とね、降りないの。あの MRI は入れますよ。 MRI ですね。 MRI か忘れたけど、うん、MRI 入れますね。でも今ね、そういうところで、ね、はい、俺見たの、ウィキペディアで、はい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 、そうしたらね、炭入ってると保険が入れないってことが一番ダメだなということで、はいはいはい、あ、まあでも保険に関しては別に、うん、なんか今のところそれで困るのって僕だけであって、でもそう、僕が保険で入りたくて、今保険入りたいけど入れてなくて困ってるんですっていうわけでもないし、別に、はい、国民健康保険には入れてるので。あ、そうなの、はい、もう一個言っていいですか。あと入れ墨してると怖いって見られちゃう。それは本当に申し訳ないですよ、うん、そうですね、だからそれがやっぱ日本で、うん、そうなんですよ。だから僕はそもそも
あの日本で入れ墨に対する偏見をなくせって言うつもりも一言もなくて、うん、だって当たり前じゃないですか。その僕たちが入れ墨入れ終わった後に、うん、そのじゃあ突然入れ墨ダメだっていう規制が入ったわけでもなく、入れ墨入れる前から日本ってずっとそうだったのに、それを踏まえた上で入れてる人たちで、そのなんか、いや、その言い方するとまるで俺が偏見持ってるような言い方に聞こえますよ。ああ、まあでも別に偏見あることが当たり前だと思うし、日本人だったら仕方ないじゃないですか。うん、でもだから別に偏見あるのは別にしょうがないと思いますよ、はい、でもね、だからそこは本当に僕が気を使っていかなきゃいけないべきだなと思ってるし、はい、うん、だからあの人よりも多くニコニコするようにしてます。あ、人よりも、あ、僕はですね、逆に人の前で笑わないようにしてます、はい、そうなんですか、はい、それなんでですか。あの暗黒ルールっていうのを作ってて、あ、で知ってますよ、はい、知ってます。笑ってしまうとね、そういうのがあって、まあ、ちょっと話が、ね、ずれるから、そうですね、話ずれちゃうから、まあ、そのまたちょっと、はい、あと20秒、あと20秒ですね。まあ、とりあえず、はい、あのなんかバカっていうのが どういう面でバカなのかが、はい、曖昧すぎて、バカっていうと、まあ、将来的なことを考えてなくて、はいはい、プールも行けないし温泉も行けないし保険も入れないことを総じて俺はそれでバカっていうふうに。でも今僕たちってこうなってるわけであって、はい、そのまあ、普通に比べたら、はい、その平均的よりは多分上の位置にはありがたい話、はい、応援してもらってて、いいご飯も食べれてると思います。いや、なかなか、いや、いい戦いだった、おもろかった、いや、いや、あの結婚式で会ってて、結婚式ぶりです。あ、カッサンも、あ、そう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 、あ、確かにお久しぶりです、お久しぶりです、なるほどなるほど、強いわ、やっぱすごい、いや、でもね、ここまでのパトリー持ってるわ、いや、めっちゃ嫌だった、マジで俺、いや、強い、横山さんだけは嫌だ、横山さんだけは嫌だって、さっきと全く違いますよね、確かに、雰囲気は、すいません、いや、どうもない。ただ、まあ、本当に、はい、あの今終わったんで言わせてもらうんですけど、うん、多分ですけど、ネズミ入れてるやつってバカですよ。それそんな、それそりゃそうっすよ。この前ずるい、ずるくない、ずるい、そんなことない。でもそれを俺はバカと思ってみんながや分かった上でやってたけど、今日もすごいうまくやってましたよ。ありがとうございます。いや、楽しかったです。すごかった、いい戦いでした。ちょっと思ったんで聞いていいですか。例えば入れ墨入れてるのリスクって言われてたじゃないですか。はいはいはい。毒舌吐いてるのもリスクじゃないですか。いや、もうそれはね、俺ネットのタトゥーが多いから、人生のタトゥーが多いから。そうでしょ。じゃあタトゥー入れてるバカってことですか。え、ああ確かに、あ、そうです。あ、で、でも俺はバカってもう分かってるよ、みんな。もうみんなの俺はもうね、プライドもバカって認めてるって、これ自分はもう、ね、学ぶという名前だけどバカってもうやって分かってるんで、はい、それは大丈夫です、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、判定は、いや、楽しかったです、楽しかった、ありがとうございました。じゃあ、判定いいですか。頑張り、お願いします。じゃあ、まずは僕からいきます。僕はホイさん日表です。これなんか味方だからとか僕が入れ墨入ってるからとかではなく、あの要はあれできなくなるよね、これできなくなるよねっていうのが全部ポイに刺さってなかったんですよ、うん、っていうのがシンプルに刺さってない、僕は後悔してないからが、もうそれに対してで押し付けだよね、それがまあ一番全てかなと思っちゃいました。はい、はい、確かにできてますし、ね、そうやりたいことできてる、で、はい、続いて一木さんお願いします。ホイさんで。おお、はい。本当っすか。本当に大丈夫です。はい。あ、自分はあの入れ墨はしてないんですけど、はい、まあ、あの結構あの個人的主観が強かったのと、まあそれぞれあの、まあ、日本は今そうですけど徐々に変わってきてるんで、はい、まあ、海外の思考をどんどん取り入れてもいいんじゃないかなとは今の話聞いてて、だ全然あの普通にね、あの世の中のメディアにも出てますし、はい。でそれによってなんか不都合が出てる感じもしないんで、確かに、はい、だから別にいいんじゃないかなって。なるほどなるほどなるほど。じゃあひろゆかないさんお願いします。あ、お願いします。あ、僕はなんかホイさんに入れたんですけど、あのその市議会議員として、あの普通にその男女平等だったりとか、その入れ墨を入れてる人がバカっていうので、そのあんまりその多様化を認めるっていう日本を作っていく側なのに、こういうお題を持ってきた時点でちょっとかなり危ない人だなと。確かに、見てるとこが違う、すごい、どれだけ見てるとこが。あとなんか うんことかよく食う人なんで気持ち悪いな。余計な情報なかった。食うんですか。食いません食いません。俺スカトロマニアじゃない、食い、食いません。これ拾い系、本物の拾い系言ったら嘘だから信じないでください。いや、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな。すごいっすね。うまいわ、やっぱ。いや、でもあの人は強いよ。あの人は強いのよ。確かに後悔、入れてない人は後悔するとか分からんし。うん、確かにってなった。確かに。今度から。すごい。
ということで、じゃあいい戦いでした。いい戦いでした、はい、一番ディベートやった、うん、はい、確かにそうかった。ディベートはできたかな。タトゥー入れてるやつは全員弱いやつって言い切ったのは大丈夫かな。タトゥー入れてる一番なんか強いそうな人いっぱい囲まれる後で、確かに。じゃあもうサクサク次行っちゃいます。行きますか。行きましょうか。続いてのチャレンジャーこの方です。次のチャレンジャーはこの人。コスモハイプ205の新一です。僕はぽっちゃり以外にもそういったケミカルなもの、そういったもの僕本当に好きなんで、いやこっちじゃないですよ。ケミカルをやらないんですけど、そういうマインドがあるってことを伝えたくて。わかりますか。あれやばくない症状が。あれちょっと待ってください。ああ無理してる。俺こんなキャラじゃないんですよ。ああ、さあモンスターを論破せよ。失礼します。あ、まだ音楽流してないけどいいよ、どうぞ。あの顔したわ。すいません、失礼すいません、失礼します。コスモハイツ205の新一です。よろしくお願いします。昨日ぶり、よろしくお願いします。ちょっと昨日、はい、僕ビジネスデブ好きになってたんで、いや笑うところじゃないんですけど、ビジネスデブ好きにちょっとなっちゃってたんで、今日本当にリベンジしたくて。なるほどなるほど、お題を持ってきました。リベンジだ昨日の。はい、なるほどなるほど。じゃあお座りください。失礼します。まあ、YouTuber でチャンネル登録者数が何、今現在コスモハイツ205っていう YouTube をやっていて、登録者が今10万人。すごいね。ありがとうございます。まだ1年半か2年ぐらいなんで、ま、超新世代だ。新世代で頑張ってやって。超新世代や、すごい。ということで、じゃ あの昨日結構評判が良かったっけ、明日も出れるって言って今日呼びました。ありがとうございます。めっちゃ頑張ってた。いや昨日死ぬほど頑張ってた。おもろかった、おもろかった。あんなに酒飲んでくれるとは思わず。大丈夫。確かに。後半もう心配がかっとった。本当にこの中で多分一番知名度も低いんで、ちょっと僕の伝えたいことをちゃんと伝えれるように頑張ろうと思って。なるほど。知名度が低いけど知名度上げたいとかじゃなく、じゃなくて知名度が低い分、発言にやっぱ重みが乗らないと思うんで、本当に思ってることを伝えてるんだぞって。ああそっちがもう先行しちゃってるんだ。ああそうっすね。なるほど。じゃあ持ってきた持論をどうぞ。はい、興奮するのはデブかガリか。デブ派ということですよね。はい、デブ派ということですよね。僕はそうですね、おデブさん。ガリ派で戦いました。首を。おデブさんに興奮するんですけど、はいはい、正直僕自身が、あ始まってる始まってる、あもうあの誰か選んでからそれを言った方がいいけど、そうですね、もう気持ちが先行しちゃいました。危ない危ない。じゃあもし戦い相手とかがいたらリクエスト。はい、一応戦いたい相手一人決めていて、はい、ホイさん。おお、2連続。はい、頑張ります。まあやっぱホイに勝てばみたいなのはあるし。そう、先ほどの討論も見ていて、はい、本当におしゃべりも上手な方なんで、うん、ちょっとしゃべりホイさんに勝てば、はい、確かに確かに、正直もうレペゼン地球のほとんどの人をデブ好きっていうのを否定できない。あと俺結構ホイが抱いてきた女とかもなんとなく知っとるけど、はい、ガリの方が多い割合としては。っていうのはなんとなく知っとく、いい戦いになるんじゃないかな。はいはいはい。じゃあバトルフィールドへ。よろしくお願いします。逆にマル、まだ今日一回も喋ってないけん。え、今日お前一回も喋ってない。いや喋ってます。審査員側に一回も喋ってないことにされたもん。ありがとうございます。じゃあ点が1本です。お願いします。よろしくお願いします。じゃあデブ派で、はい、ってことですよね。あ、そうですよ、僕はデブ派ですけど、はい、じゃあそれではじゃあまずディベートいきますよ。ディベート内容、興奮するのはデブもしくはガリ、スタート。よろしくお願いします。ちょっと今日この討論の場では、はい、本当にこうカメラとの台数とかも多いんですけど、はいはいはい、本当に男同士の差し、なんならサウナとか行った時に、はいはい、あ、こういうやつね、もうぐらい、もうこういうやつね、これぐらいのテンションで行きたいんですよ。だからなるべく僕の意見も否定せず、はい、もちろん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 、はい、もちろん、話してほしくて、僕、はいはい、ぼっちゃりした女性好きなんです。はいはいはい。ぼっちゃりって言ってもおデブさんって言われるぐらいちょっと大きい人、うんうん、なんなら3桁って言われるミケポっていう女性にも、はい、性的語を覚えるんです。はい、ミケポさん。はい、ホイさんは。あ、僕はまあでもニケポ。ニケポ、はいですね。それは2桁広いですよ、2桁でも。いや
そっか。照れちゃうのダメですよ。好きなものは好きで。わかります。僕正直昨日めっちゃ照れちゃったんですよ。昨日の動画のアーカイブ確認した時に、はい、おデブさん好きすぎて、はい、おデブさんの話してたらどんどん照れちゃってて、はい、ちょっと気持ちわかるんですよ。照れちゃう気持ち。照れるっていうかその概念が難しすぎて今分かってなくて言葉を選ぼうとしてたんですけど、あ、その、まあ、普通に、まあ、そうですよね、平均的な体型の女の子ですね、はいはいはい、が好きでってことが、まあ、そうですね。それは何でですか。例えばぽっちゃりしたおっぱい、はい、お胸好きですか。お尻派ですね。お尻派ですか。はい、お尻派です。よかった。お尻、はい、ちなみに大きいお尻とか。あ、そうなんですよ。興奮しますよね。はい、ケツがでかくてタッパのある女が。わかるっすわ。マジですか。いいねー。マジでわかるっすわ、はいはい。ってなったら絶対デブなんですよ。はい、はい、なるほど。なんで。おデブさんって無条件でお尻大きくなってるんですよね。はいはいはい、でなおかつお尻って張りとかも大事じゃないですか。はいはい、おデブさんって脂肪が溜まってるんで皮膚が張ってるんですよね、はいはい、なので張りがいい人が多くて、はいはい、多分おデブ、あ、お尻が好きな人でしたら、はいはい、もう絶対間違いなくおデブには興奮できると思うんですよ。あの、なんで僕が あの標準的な体型の女の子とか平均的な体型の女の子とか多いかっていうと、はい、シンプルにいろんな単位できるからなんですよね、はい、できる単位の数が多いからなんです。で、はいはい、今後長い付き合いで、で例えば付き合っていくだろう、結婚するだろうっていくと、やっぱセックスのレパートリー、単位のレパートリーって多い方がいいと思ってて、間違いないです。で結局やっぱこう体の大きな方って正常位一発一本になっちゃったりするじゃないですか。カーブがバックだったりとかになっちゃうと、やっぱどうしても女の子側ももっといろんな単位試したい、正直愛の表れだと思ってて、はい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 、単位の数って、だからシンプルにありとあらゆる単位を試せるなら試せる方がいいし、できるに越したことないし、そうやってセックスのレパートリージャンルを広げることによって、はい、あのマンネリ化とかもなくなると思うし、セックス率も減ると思うんですよ、ね、その通りです。はい、その通りです。はい、本当に、はい、なんで別に僕はデブの女の子がダメとか良くないとかいうつもりもなくて、はい、なんでっていう理屈のもと、はいはい、そうですね、平均的な女の子が多いです、ね、ちなみになんですけど、はい、そのおデブさんだったら体位あんま変えられないってお話なかったんですか。おデブさんとのセックスの回数どれぐらいありますか。いやでも多分もう密鉄砲さんとかってないです。ないんですか。すいません、はい、ない、ないやろ。どういうテンション。ないのないのに、ないないのに、ないのに興奮しないって決めつけんのは良くないですよ。いや、興奮しないとは言ってないですよ。ただできる体位の幅が狭まるからしてないっていうだけで、はいはい、あとさっき一番最初に男らしく男で男ならって言ってたと思うんですけど、うん、言いましたね、あのお姫様抱っことかしてあげられないじゃないですか。できないです。やっぱ愛を表現する行為がだいぶ減っちゃうと思うんですよね。はいはい、例えば女の子を抱えてベッドまで連れて行ってあげるとか、いろんなことができると思うのに、そこの幅が狭まっちゃうから僕はそうですね、行かないっていう選択肢だって。それで言うと、はい、僕愛の表現、愛の形、男女いろいろあると思うんですよ、はい、それこそ男の人が力強く女性を持ち上げるのも正義だと思うんですけど、はい、僕ミケポの女性に持ち上げてもらったことあるんですよ、はいはいはい、あの瞬間俺男なのになんかプライドとかもなんかズタズタだけどなんか気持ちいいみたいな。それはお前の癖の話。えいなーす。なんか一撃最後食らった感じ。武器の話や。最後めちゃくちゃ。本当の絵が出たよ。これ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。昨日も。ホイ君ってお姫様抱っこしてベッド連れてったりするの？いやまあ何回かあります。それはいいやろ。それはいい。それはいいや。あるよ。脇とかも絶対。こいつはお姫様抱っこする顔よ。こいつはある。速攻打った。こういう時はやっぱ脇は味方になってくる。みんなあるんじゃない。いや、お前は、まあ、お前はあるある。お前される方やろ。お前だけやろ。セルフだと可愛いね。じゃあこっち側や。同じ顔。ありがとうございました。ありがとうございます。あー、じゃあ判定いっていいですか。はい、僕の僕はホイさん日票です。あ、はい、まあ本当に癖の話されただけなんで、はい、そうね。なんかその聞いてて、はい、あ、おデブいいなって刺さらなかったっていう、あんまり聞いてて話を、うん、でいろいろ対応できるじゃないかって言われたら、あ、確かにってなっちゃったっていうわけですね。はい、じゃあ五木さん、はい、お願いします。はい、じゃあ自分もホイさんで。おー、はい、デブの概念が
あのもうミケポになっちゃったんでもっと幅広かったら分かんなかったですけど、あ確かに、そうそうそう、60キロ以上、そう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 、ミケポになっちゃうともうそこしか頭がなくて一発目にしてはちょっと重い、ちょっときついかなと、確かにそうだ、目の前見えなくなってましたね、しょうがないよね、好きだからね、そうっすね、じゃあ丸、じゃあ丸さん、僕もボイさんです。なんかシンプルに興奮するかって話だったのになんか愛とかになっちゃったりとか、すごいフォイの話に共感しちゃってたから、あめちゃくちゃそうですよね、いやなんか的を得たことばかり言われてしまって、そういうもんやからね、そういうもんや、気づいたら本当に僕がただおデブさん好きでエロなってここで喋ってるやつみたいな。でも多分本当におデブさん好きなのはマジで伝わったと思う。本当ですか。試合には負けたけど勝負には勝ったのかもしれない。ちょっとディベートを学んでリベンジしたいですね。あ本当ですか、はい、おじゃあ考えときます、ね、またこのテーマで来ると思うね、また逆にいいや、違うお題持ってこい。以上ありがとうございました。ありがとうございました。うまいわやっぱこれ話の大変よ、なんかすごいやっぱ大変よ、もうしばらく戦いたくない。さあそんなところでなんですけども、うん、はい、なんと今日のスペシャルゲストがそろそろ登場しそうなんで、はい、登場する直前で天城くんやってやっぱついに来るよってことをこの今見てない人にも、はいはいはい、届けるタイムを作りたいと思います。今からエレコレさんからあの天城くんプレゼントをやりたいと思います。お、はい、これをツイッターで、今から10名にパンパン出ていくんで、あのこのこういう画面だと思うんですけど、共有っていう画面を押してもらって、ツイッターっていう画面を押してもらったら、あの今はっきりかけるんで、あのシェアできるんで、ツイッターにシェアしていただいたら、シェアしていただいた人の中から5分以内ですね、5分以内にシェアしてくれた人の中からもう15人とかでやっちゃいますか。そうですね、15人天城含まれます。おー、1万円分です。なので今シェアしてください。今から5分以内にしてくれた人です。そしてこれがまあ回っただろうなっていうタイミングでひろゆきさんをお招きしたいと思います。配ってる間にタバコ吸ってきて、もちろんです。行ってきてください。行ってきます。どうぞどうぞ。これはもう僕らで出ちゃいますから。これマイク切ってる。山田さん隣に。はい。マイクどうぞ。マジそっくり。めちゃくちゃ似てるし。ちなみにいつからこういうのやられてるんですか。3年半ぐらい前じゃないですかね。当時そのまだひろゆきさんがチャンネル登録6万人ぐらいだった時です。早っ。目つけるの早っ。当時はだからそんなモノマネ需要ねえよって結構笑われてたりしたんですよ。なのに今めちゃくちゃ増えてるんで、もう3年間の積み重ねがあるからこの技術が。いや特にあの僕練習とかはしたことないんですけど。本当に本物と喋っとう気持ちになってしまう。じゃあ皆さんシェアしました。これちょっとタイムラグがあるんで今ちょっとやってるんですけども、シェアしてくれました。いきます。よーし、ということで今画面見えますか。今からじゃあ15人にも爆速で当てていきたいと思います。まずモエピさんおめでとう。はい、しゃべとって、僕から DM が届きます。もうこれ15人にパンパン当てていくんでスクロールしていきますね。ストップ。ポさんおめでとう。あ、本当にランダムなんだ。お、ランダム。ストップ言ってもらえますか逆に。あ、じゃあストップ的なところで。お、はい、コさんおめでとう。あ、だ僕の手のアカウントだからファンですね。やった、ありがとう。じゃあ続いてもう一度いいですか。あ、じゃあストップ的な感じで。じゃあここで M さんおめでとう。あ、結構フォロワーいるんだ。お、本当だ、1400人。ありがとうございます。いいですね。じゃあもう一度お願いします。じゃあこの辺でどうでしょうか。はい、じゃあここでりょうさんおめでとう。じゃあ次ストップされたらもうそこから下に4連単いきましょう。はい、
じゃあストップお願いします。じゃあストップでよろしくお願いします。ベニモタロウさんおめでとう、おめでとうございます。からの4連単なんで1個下のドゥズーラさんおめでとう、おめでとうございます。からの3連単目、ゆさんおめでとう、からの最後4人目雪見大福おめでとう、おめでとうございます。僕から DM が届くんで、あ、 DM がないんでずらす、これ DM されてない人は送りようがないんでずれます。ミキさんずれて、ミキさんおめでとう。お、レペゼンフォックスって書いてある、やった。しかも海外の有名 DJ と並んで書いてある、やった、嬉しい。 DJ 好きに刺さってるじゃん。もう一度じゃ、はい、お、ちょっと待ってください、ひろゆき参戦がトレンド入りしてます、ツイッター。おはようございます。すげえ、戻ってまいりました。ああ、そうだ、どうぞどうぞ、はい、じゃああと5人ぐらいですかね、はい、15人当てるって、はい、じゃあ逆に月さんストップをお願いしたいんですけども、ちょっと待ってください、今電波が、はい、聞きました、お願いします。はい、ストップ。お、カオルさんおめでとう、おめでとうございます。協定でプラス収入100万円を目指してって書いてある。じゃあこれも協定に多分使えないと現金ができないですもんね。確かに、はい、お願いします。ストップ。お、来た、ガクト様、リエックス様、神おめでとう、はい、裏からけど DJ 社長しきしきって書いてある、ありがとう。じゃあラスト2人は2連単でいきましょう、お願いします、はい、ハートさんおめでとう。あ、 DM ないわ、 DM ないわ、あ、じゃあダメ、じゃあずれます、はい、ということで、はい、納豆さんおめでとう、おはようございます。みんな戻ってきて、始まるよ、みんな戻ってきて、よし、じゃあ次がもう最後、ラストお願いします。はい、ストップ。きた、うすいさんおめでとう、おはようございます。この数秒で15万ばらまいてますからね。確かに普通にすごいですよね。いやもちろんエルコーレ様がすごい、はい、あの、こんだけばらまく、なるほどなるほど。でさらに今概要欄で、うん、あの URL もあって、この URL からあの20秒で登録できる、あの、あのプレゼントキャンペーンやってます。それから150万円今追加していて、あ、ばらまいていて、一等には100万円当たります。なんでぜひ応募して今戻ってきてください。すごいですね、トレンド入りですよ、はい、お、ということでカムバックちょ呼んできてみんな、はい、ということでついにこれもう、ね、もしかしてひろゆきさんつながってるんですかね。こっちの音声いってます。おー、いやー、よろしくお願いします。お疲れ様です。じゃあよろしくお願いします。あー、そうです。じゃあお疲れ様です。あ、僕たちはどこの画面見ればいいんでしょう、これ。あ、どこでも好きなとこ見ていただければ。おー、すごい本物です。いや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 。始めましょう、よろしくお願いします。何するのか全く聞いてないんですけど。いや、一応ディベート対決したいなぐらいで、やばいな、ディベートの内容とかは全然伝えてないです。ディベートしか伝えてないんや。はい。これ僕以外初めましてですかね、全員初めまして、はい、初めまして、よろしくお願いします。もうずっとコメント欄がひろゆきまだ、ひろゆきまだでした。そらそう、はい、それはそう、間違いない。だって僕23時35分からお願いしますって DJ 社長に来てますからね。そうです、23時35分からいいんでお願いしてます。はい、ということで、はい、今から僕たちとディベート対決してほしいんですけど、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。やったー、うわ、やばいな、やばいわ。やっぱさすがにひろゆきさんとなれば、はい、僕たちがチャレンジャー側ですよ。そらそう、そらそう、そらそう。ということで、ちょっとレペゼンから3人戦っていただけますか。おお、おお、了解です。英雄層、バリオ雄層、誰でも来い。余裕かないさんや。じゃあまず最初はうちの DJ 銀太さんとかどうですか。銀太は嫌だ、嫌だ、銀太、ここに、ここのバトルフィールドに嫌なの。銀太の声聞こえてます、逆にひろゆきさん。
泊まったらしい。はい、今日泊まります。おー、じゃあ嫌やった。じゃあ嫌か。本当にワンチャンあるのはマジ銀だと思った俺は、正直。いやミラクル起きそう。俺はそうと思った。やばいってこれ、時間は3分間です。じゃあ早速もうディベート対決入っちゃっても大丈夫ですか。とか、あの、具体的に 何の議論するんですか。あの、今から銀太さんがお題を言うんで、そのお題、いったれ銀太。いけ銀太。じゃあ、いけ銀太。ひろゆき、久しぶり。お願いします。やばい銀太節が通用しない。あの、セックスの時に国をするべきか。フリップ書いて見せりゃいい。あ、そうだ。あ、そうだ。ちょっとペンが。おもろいな。あと俺ちょっと普通にひろゆきさんの政治情も気になるっす。やばいよ。生配信で。やばい。それじゃ聞かないっすよ。せいく。下ネタはまさか。銀太。銀太め。下ネタで行くんだ。ちょっと待ってくださいね。だから予想外な部分が。あ、確かに、はい、いや銀太は相当トリッキーっすよ、うん、サッカーで手使うタイプですからね。ひろゆきさん結構下ネタ苦手なんですよ。しないべきは初めて聞いた。これちなみに銀太さんはどっち側。僕はあのどっち、あ、どっちでもいいかなと思う。あ、おお、マジで。お前そのスタンス。なんで。本当なんでな。あ、するべきかしないべきかなんですけど、別にしなくてもいい。ああ、しないでもいい方。はい、え、でもするべきかなんで、しないべきかだったらしないから 100% ですね。確かに、うん、するかしないか、するかしないか、0100だけど、した方がいいかしなくていいか。いや、プライベートはだど半々です。あ、分からんことになっちゃった。やばい。しないでいきます。しないでいくときんだ、はい、え結構、まあ、レベル高い。ひろゆきさんのするも見たいけど。確かに。ひろゆきさんのするを見てみましょう、一度。ちなみにこれ NG じゃないですか。大丈夫ですか、ひろゆきさん。下ネタ。いや、もう、あの、その下ネタあんま好きじゃないんで、どうやってこの話を終わらせようかなって思ってるんで。すいません、ありがとうございます。すいません。だからあんまり面白くならないと思うんですよね。確かに。なるほど、やばいわ。いや別にあの やっていただいていいんですけど、多分そんなに面白くない終わり方になると思いますよ。おお、大丈夫です。銀太がどうにか、それはもうお題持ってきた側なんで。やばいわ。面白くしろよ銀太。銀太面白くしろより面白いかどうかの課題かもよ。やばいわ、めっちゃ緊張するんやけど。じゃあそれでは、はい、じゃあ始めますか。いきます。じゃあセックスの時に、俺これタイトルコールするの気まずいやけど大丈夫。訓練をすべきかしなくてもいいかお願いします。これ結局僕はどっちで喋ればいいんですか。訓練を好きな人ですね。好きな人にすんなよ。あの、するべきの方で話すればいい。はい、そうです。で、銀太さんはしない方がいいっていう、はい、そうですね。で、このテーマを選んで どう話を展開させるイメージだったかなと思って。やばいわ。え、もう、いや、僕はあの、まあ、君にはあのなんかやっぱりその君にしてよって言わなんか、僕はやっぱりなんかその君マンコってマジで大事じゃないですか。一番大事な部分だから、なんかそのめっちゃ好きな人とかにしか僕は訓練ができないので、だから訓練はそのする、あ、普段はしません。たまにするぐらいです。たまにするんかい。まあ、だからそれでいくんだったら、じゃあ好きな人とだけやればいいんじゃないのって話になると思うんですけど。やばいです、カンカン押してください。30秒しかそうなんですよ。好きな人とだけやればいいって。良い。いや、そうなんだよな。そう言われたらそう。待って。もうちょっと頑張れ、ヒンタ。ひろゆきさんが気まずい顔しよう。やばい。
ひろゆきさんが全然行かせてないですよ。やばいやばい。誰かください、誰かください。何をや、何をあげればいい。やばいわ、マジ地雷やわ俺。シェーン。やばいやばいやばい、お題考え、お題考えを。やばいわ、すいません。土下座しろ、土下座しろ。めちゃめちゃ怖い。やられないじゃん。もうあれやろ、普通に戦っても勝てないだろうから、下ネ苦手である下ネタで戦おうとした結果、はい、変なことになったって。そうです、まあ、生放送はこういうこともあります。編集ないんで許してください、すいません。悪気はないんです。じゃあちょっと2本目いっていいですか。いっちゃってください。僕とフォイどっちでいく。じゃあ先いきます。じゃあもういったれいったれ。あの、事故だ。うちの DJ フォイは最近あの下ネタ版ひろゆきってネタで、あの本当すいません、最近下ネタ版ひろゆきさんって呼ばれてるんですけど、 いつか直接謝りたくて本当にすいません。はい、了解です。ありがとうございます。すいません本当、わざとじゃないんです。まあ、今のところ2連勝してるんで。あ、確かにフォイ今のところ2連勝してるんで。確かにフォイは強いです。弱いです。じゃあバトルフィールドに。これは視聴者も多分気になってるよ、多分。左利きなんだ。あ、はい、そうっすね。そうです。コメント欄にひろゆきさんから DJ 社長を知りましたってある。すごい、ありがとうございます。ひろゆきさん、お疲れ様です。よろしくお願いします。お、いい、よろしくお願いします。すげえ本物やん、どうしよう。じゃあお題の方出してもいいですか。はい。YouTuber 動画上で食べ物を粗末にしていい悪いでいきましょう。これは喋りがいありそう。僕いい側で行かしてもらってもいいですか。あ、はい、わかりました。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。恋はダメ側ではないよな。じゃあそれでは YouTuber 食べ物を粗末にしていいか悪いかディベートスタート。ちなみにあのなんかレペゼンさんの動画で今までその粗末にしてきたりとかはやったことあるんですか。あ、よくしてます。はい。よく粗末に。え、特に何の問題もない。はい、はい、そうですね、はい、動画上で食べ物を粗末にするのはまあ別にそんな責められるべきことではないのかなと思って、はい、はい、結構よくコメント欄とかでもはいつくんで、でその食べ物粗末にすんなみたいな。はい、でもそうコメント欄で粗末にするなって書かれてるってことはそれで不快になってる人は多いってことですよね。はい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 、はい、不快になっているのか、そうただなんか理由をつけて叩きたいだけなのか、でも どっちか分かってないんですけど、その食べ物を粗末にされるのを見てそんな僕はあんま人生で不快になったことがなかったので。お、はい、そうです、そうです。しあのなんていうんですか、その結局動画上で行われてることってそのなんていうんですかね、そのなんか、まあ、結局そのなんか例えば映画を撮るときでもすごい高い車爆破したりするわけじゃないですか、ドーンドーンドーンみたいな。でもそれに対して別に映画見てる人は車無駄遣いするなってならないわけじゃないですか。で僕たちもお金をそれで稼いでご飯を食べている以上、そのエンタメの枠の中でそのなんか食べ物を粗末にするっていうのはその、まあ、コンテンツ上致し方のないことだったりするのかなと思って、結構テレビでもそういうシーンって見たりするのでって思って、はい。だからそのフォイさんが食べ物を粗末にするのが気にならないというそのフォイさんの考えは分かったんですよ。はいはい、でそのじゃあ見てる人がどう考えるかって話だと思うんですけど、はいはいはい、その動画でそのまあお金が儲かるからじゃあ車爆破させますとか、はいはい、フォイさんは気にしないですっていうそのフォイさんの話だけなんですよね、今の説明って。それはそう。でその YouTube でそれがありかなしかっていうと、ただ見た人がどう感じるかって話になると思うので、はいはいはい、その見た人が別に食べ物粗末にして全然いいよっていうアメリカみたいな考え方であればいいと思うんですよ。アメリカの人って別に粗末にしても何も言わないので、はいはい、ただ日本人ってそのコメントで粗末になって書いてるっていうのが分かってるっていう状態であれば、その見てる人側のがなぜそう感じるのかっていうのを知ろうとしない理由は何でなのかなと思って。見てる側がなんで知ろうとしないのか分からない理由。見てる側の人たちってその食べ物を粗末にするっていうのを見ることで不快に感じるっていうのをわざわざコメントに書いてるわけじゃないですか。はい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 、はい、で、まあ、人によってはもう動画も見ないでコメントも書かないでそのまま見ませんっていう人もいると思うんですけど、はい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 、で日本にはそういう人が多いよねっていうのをそのなんか理解しようとしない理由がなんでなのかなと思って、なんか結局そういうコメントが過半数超えたら僕たちもさすがに気にしようとは思うんですけど、でも結局それが少数つく場合ってなんかターゲットの違いだと思ってて、正直
その別にあのヒカキンさんの動画って別に僕たちをターゲット層にしてないじゃないですか。小学生だったりをターゲット層にしてるから別に僕ら大人が見てもその腹抱えて笑うのかって言われたら別に笑わないと思ってて、っていうでその僕たちは若干やっぱ過激寄りでこう動画を出してるから、そのごく少数一定層つく人たちのは多分ターゲットがずれてると思うんで、 あんまり気にしてなかったんですよね。で実際そのなんか、うん、こう食べ物を粗末にする方が面白い側のコメントの方がだってつくことの方が多いので、はい、それはそっちの方が面白いって思うターゲット層を僕たちが取ってるだけであって、でシンプルにそのなんかターゲット層の住み分けの違いなんじゃないかなと思ってて、はい、それが過半数超えたらさすがに僕たちも気にするんですけど、まあ、そのレペゼンフォックスの動画で食べ物を粗末にして良いか悪いかであれば、はい、多分おっしゃる通りだと思うんですよ。はいはいはい、でもなんか書いてあるのは YouTuber はですよね。ああそうですね、はい。でそうするとじゃあ YouTuber ってどういう人が多いのっていうと、過激な人と過激じゃない人だとどちらの方が多いと思います？過激じゃない人の、あいつ正しい、あいつの方が正しいこと言ってる、だずるいこと言う社長、あいつの方がずるい。あともうちょっと頑張れ。よし、あともうちょっと頑張ります。それはそう、過激じゃないやつの方が多いので、僕たちがこれから過激な動画をもう一回 YouTube で流行らせて、で過激側の方を多くした後にもう一回このお題持ってきてもいいですか？あの多分できないと思うんですよね。ダメって。強いって。無理やろ。やばいわ。いけっちゃった。俺ゾッとしたわ今。無理だって。こんなのこんなのいけないよ。すごいわ。だってコメント欄がひろゆきの無駄遣いって書いてある。ごめんなさい、ごめんなさい、ひろゆきファンの皆さん申し訳ない。いいよね。すいません。ほんと僕いけると思うんですよね。ええ竹野内さんですか？はい、僕いけると思います。あ、自分もいけそうな気がするんですよ。やばい絶対爪音残しに来ただけじゃないですか。おめえは絶対そう。竹野内さんマジですか？え、一回行っていいですか？いいですか？お題あるんで。あ、ですか？お題あります、あります。お題です。いいです。面白そう、はい、それはおもろそう。すいません、ありがとうございました、ひろゆきさん。すいません、でした。じゃあ、ごめんなさい。リラクルさん、はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして、お願いします。あのリラクルの創業した竹野内と申します。はい、よろしくお願いします。大人の対決だ、はい、このまた対決だ。大人だ。大金持ち同士や。大金持ち同士。じゃあはい、テーマが、はい、お題も口で言いますけど、カツラはありかなしかでお願いしたいです。あー、おもろい。あー、おもろい。こんな賢い人たち同士がそんな話するのがおもろい。ちなみにこれあのウィッグなんですよ。はい、なんで僕はウィッグありで話させてもらいます。お願いします。竹野内さん、ハゲてます。あ、ハゲてます。めちゃくちゃ思わない。最高っすね。僕今まで動画でハゲてるって言ったことないんですよ。え、実は生えてるんですよってずっと出てきたんですよ。はい、それあの嫁と子供からずっと止められてたんですよ。あ、そうなんですか。はい、ハゲてたんですか。ハゲてるんです僕。え、はい、スキンヘッドとかしないんですか。最近も皆さんそういう風に噂になってるからもういいかなと思って今言ってます。お金あるから。はい、お金あるんで。そうなのに。確かに、はい。じゃあそれではいいですか、ディベート。はい、おい、カツラはありかなしか、はい、スタート。どうですか、ひろゆきさんはあのカツラってどう思われてますか？いや、なんかなんでそんなわざわざ変な帽子かぶってんのかなと思ってますけど。ひろゆきさん、これ外したらもっと変になるんですよ。もっと変、これ比較の問題だと思うんですよね。だからカツラがある方が見た目がいいんだったらカツラある方がいいですよね。どうですか？そのハゲてる人の見た目が良くないよねっていう価値観があるせいで、多分ハゲが良くないってみんなが思ってるんだと思うんですよね。で、カツラかぶってる人がそれ助長してるわけじゃないですか。今も言いましたよね、ハゲの方が見た目悪いって。でも本当に撮ってみてどっちがいいかって人によって判断変わるわけじゃないですか。でもそのハゲてる人が自らカツラかぶった方が見た目いいよって言ってたら、やっぱりハゲって恥ずかしいもんなんだって思う人増えちゃいません？それは全然構わないんですよ。カツラがありかどうかの話なんで、別にハゲが恥ずかしくないか恥ずかしいかの話をしてるわけじゃないんですよね。ハゲって一般的に恥ずかしいですよね。じゃあハゲの人が恥ずかしくないよっていう方が一般的にするのは難しいと思うんですよね。それだったらカツラかぶってかっこよくてモテる方が絶対いいですよね。僕が知る限り一般の人でそんなカツラかぶってるの日本とか韓国とか中国とか東南アジアだけですよ。
ハゲ恥ずかしいって思ってる人の方が全体の割合で言ったら少ないと思いますけど。いやハゲ恥ずかしいは絶対多いはずですよね。それはさすがに、あのハンガリー人とかってあの男性7割ハゲてるんですよね、うんうん、なんでそれ普通なんで別に今更そんなこと言わないし、はい、ただ日本人は7割ハゲてないんですよね別に。なのでハゲ、日本人のハゲの割合は分かんないですけど、なのでそのハゲが恥ずかしいっていう価値観を助長することが僕ハゲの人が生活しづらくなってると思うんですよ。でそのハゲてない人がハゲをバカにするのは仕方ない部分あると思うんですけど、ハゲがハゲバカにするのはダメでしょって。そもそもハゲをハゲにバカにするんじゃないですよ。例えば裸の人たちって絶対恥ずかしいわけじゃないですか。裸って恥ずかしいですよね。でそれに対して例えば裸の話はしてないです。まあそうなんですけど服を着るじゃないですか。それと同じ感覚なんですよ。なので、服着ないと法律に触れるんですよ。あいやいや上半身は裸でも大丈夫ですよ。うん、なんで上半身裸で歩いてる人別にいるんじゃないですか中国人とか。いやなかなかいないですよそれは。それと同じことだって言ってるんですよね。なのでカツラがダメって言っちゃったらカツラをかぶるっていう選択肢がなくなっちゃうわけじゃないですか。ファッションの一部を減らしてしまうわけなんですよね。なのであさあ僕は、はい、どうぞ。あおしゃれかどうかで言ったら絶対カツラある方がいいですよねっていう話なんですよね。おしゃれかどうかの話なんですか。そうカツラがありかなしかなんで基本的におしゃれかどうかも含めます。そうするとじゃあハゲてておしゃれな人がいますよねで終わっちゃいません。いやハゲてておしゃれとか。あもちろんもちろんそうですよ。だからそれってでもハゲがいいですよねって話じゃないですよね。カツラがハゲでもいいですよねって今話してるんじゃなくてカツラがありかなしかの話なんで、じゃあひろゆきさんはない方がいいってことですかね。カツラはない方が絶対にファッション的にもいいという話なんですか。僕別にあのハゲがハゲ隠す必要ないと思ってるんですよね。うんうん、それはひろゆきさんの意見ですよね。なのであの例えばじゃ あのなんかウィッグでつけますとかっていう人が、これあからさまにウィッグだよねっていうのは別にどうでもいいと思うんですよ。でもなんかハゲを隠すという目的でカツラを使うのって結果としてハゲが生きづらい社会を助長していることもなると思うんですよね。あすいません、ハゲの人だけじゃないんですよね。カツラかぶるっていうのはそれはウィッグ、今言われたように認められている通りでウィッグでおしゃれだったらいいってことでいいんですかね。じゃあカツラはありってことでいいんですかね。別にハゲてる人だけが被るもんじゃないんですよね。おしゃれで被ってる人もいるわけですよ。で今言われたと思うんですけどもウィッグつけてる方がいいっていう人もいるよね。それはいいよねって言ったってことはカツラはありってことでいいんですかね。一般的に別にあのハゲをそのハゲが良くないよねっていう価値観を広めないのであればありだと思います。ということですね。じゃあカツラはありってことで、すいません、は終了。おすごい対決でしたねこれは。すいません、ありがとうございました。生意気なこと言ってすいません。いやすごい、判定これもいや自信はありますけど一応判定しないとダメなのいけないんで、はい、判定していいですか。はい、面白すいません、なんか真面目にやっちゃったね。大人の対決でした。真面目な方が竹内さんが、うん、あハゲですって最後取ってあのこっちの方が見にくいでしょっていうオチを期待してたんですよ。取らなかったんで微妙だなと思って。確かに、いや僕本当のディベート対決がついに始まってって感じで、間違いない。じゃあ僕からいいですか。ひろゆきさんに1票です。はい、これはもう竹内さんが最初ハゲが恥ずかしいか恥ずかしくないかの話してたけど、なんかそこはもう論破されてた感があったんですよね。なるほど。で結局竹内さんがちょっと最後論点をずらしてハゲてない人でもウィッグかぶるよねっていうのに持っていっちゃったから、そのもう論破されちゃった後の逃げた感じがちょっと否めなかったです。はい、はい、では自分もひろゆきさんで負けたから。そうですね、あの最初のやっぱりそのハゲは恥ずかしいって言葉を言っちゃっているんで、そこからこう話を変えて言ってしまったところがやっぱりもうあのひろゆきさんが、はい、勝つあの時点で勝ってたんじゃないかなっていうイメージです。うん、なるほど、はい、恥ずかしいって言っちゃったんで、うんうん、はい、確かに僕もひろゆきさん、うわ負けた、あのハゲてる人があのハゲてる人バカにしちゃダメでしょうのナイフ鋭すぎて確かに鋭いやそうくるんやって思ったよ。 どんなとこからそんなナイフ出てきたんやろって あの時に結構もう俺結構決まっちゃってたっすね、はい、なるほどなるほどなるほど、 なるほど、ありがとうございました。ありがとうございました。いやめっちゃいい戦いでした。じゃあ、はい、でもちょっとあのね先ほど、はい、はい、ただあの自分もこれ勝てるんじゃないかなって言ったんで、はい、はい、ちょっと行きます、はい、やめましょう五木さん行けます、はい、やめときましょう
時間とか大丈夫ですか？あ、一応1時間空けてもらってはいるんで。あ、じゃあ、はい、あ、じゃあぜひぜひ。あ、じゃあ、やっぱ代表として。おお、はい、ちょっとね。大丈夫です？いや、大丈夫ですか？ちょっとお題によって下手したらホスト業界なくなっちゃうんじゃないかな。はい、じゃあなくなるっすよ多分。はい。ここまで来たらひろゆかないさん、ね、じゃあ、はい、いつきさん、お題の方いいですか？はい、まあ、本社の方なんですけど。あ、そうですね、はい、お出まして、いつきと申します。はい、で、あの、一応あの、はい、口頭でお伝えさせていただくんですけど、ホスト業界は存在した方がいいか存在しない方がいいかで、はい、自分が存在した方がいい側で、ひろゆきさんが存在しない方がいい側です。おい、はい、いよいよそれ、はい、じゃあそれいきますか。めっちゃ口乾燥する、すごいディベートだよ、はい、じゃあホスト業界は存在した方がいいかしない方がいいか、はい、どうぞ。はい、お願いします。はい、じゃあホストの方なんですか？あ、そうですね、はい、ホストをプロデュースしてる、はい、ものです。もともとホストです。なんかあの合法の形であればいいんですけど、ホストの人で割とその、あの、性的なのも込みだったりっていう、うん、そのホスト業界としてビジネスが回る上で違法な部分が含まれちゃってる気がするんですよね。うん、で、なんか、まあ、うん、あの、先だとあの香川さんがキャバクラでやらかしたみたいな話で、うん、で、なんか表向きキャバクラって女の人触っちゃいけないよねってことになってるんですけど、うん、実際触ってんじゃんみたいなのがあるので、うん、なのでその違法な形のを切り捨てた形でホストっていうのが営業できないのであれば、僕はホスト業界ごとなくなっちゃった方がいいんじゃないかなと思うんですけど。まあ、そうですね、なんか今その昔とやっぱホスト業界って違くて、結構その犯罪に関してすごい厳しくて、で、あの、まあ、入店に対しても絶対あの身分証で顔つき身分証があったりとか、あと各それぞれホストの男の子が犯罪を犯しちゃいけないってところで徹底的にもう本当にあのもう家まで行って、でそこにあの薬とかやってないかも全部チェックをして、で本当にあの真っ当な状態でみんな仕事をしているので、意外と今犯罪をしている人ってあまりなくて、さっきのキャバクラでなんか触れちゃいけないっていうのは別にホストに限ったことはなくて、それは個人がしているだけであってホスト全体がしているわけではなくて、で他の別に仕事をしている人も、ね、あのキャバクラに行って触る人は触るんで、そこは個人なのかなと思います。別にホスト業界全体が悪いわけではないんで、はい、あのなんかドラッグとか分かりやすい犯罪の話でもなくて、はい、例えばそのホストの男性のなんか性器を女性が触る場合とかって本来であれば違法行為じゃないですか。うん、まあ、基本的には触らせないですよ。基本的にあの基本的にはですよね、はい、じゃあ一切ないお店運営されてます？あ、もう、あ、でもうちのお店は女性が男性の性器触るのはもう NG して声かけるんで、あ、それやめてくださいって。で、じゃあそれがそのお客さんが、はい、じゃあそのなんか、うん、あのお店終わった後に家帰りますとか、はい、じゃあその出勤前とかそういうのでもそういった行為が一切ないっていう風にして運営できてます？いや、そこに関しては基本的にあのもうお店から出てしまえばもうプライベートなん でそこに関して、じゃあ例えば好き嫌いがあって、で実際のお客様のことを好きになったから、じゃあ一緒にいようねは別にそこは犯罪じゃないんで別にいいんじゃないかなと思います。はい、普通にあることで、店の要はあの、うん、お金のやり取りで仲良くなるという部分と、で、うん、店の外において性的な接触があるっていうのは認めるんですね。あ、そこは各それぞれあるんじゃないですか。それは普通にキャバクラ業界でもありますし、別にそのどんな、ね、仕事でも普通にあのビジネスで会社でクライアントのとこ行ってその人と仲良くなってその人と一緒に、ね、あのそういう行為があるっていうのは別に、ね、世の中でもあることなんで、別にそれが悪いっていうわけではないと思うんですよね。はい、起こる比率の問題だと思うんですよね。まあ、あの、なんか、じゃあ、保険の営業とかでそういうのがありましたっていうのはたまには聞くんですけど、ただ、ホストとかの、じゃあ、同伴ですとか、うん、じゃあ、店終わった後、そのままで行きますっていうのは、うん、プライベートだから気にしませんって言って切り離してますけど、それがよくあるから切り離して今逃げようとしてるわけじゃないですか。いや、逃げようとうちの会社、そんなん全然ないですよっていう会社の方が、一般のビジネスって当たり前なんですよ。はい、取引先と一緒に帰ったから何かありましたって言ったら、うん、いや、ないよ、うちはそんなのって普通じゃないですか。うん、でも、ホストってそういうのがよくある業界じゃないですか。いや、だからそれが別に違法ではないんで、だからそれは今、あの、広瀬さんは違法だって話しましたけど、だお店から出て、じゃあ、プライベートで、男と女の関係なんで、好きになってしまった、好きにな、向こうも好きになった、だから、じゃあそういう行為がありましたが、法律に違反するかどうかっていう話をされるんであれば、また話変わってくるんですけど、でも、広瀬さんはそれが法律違反するってもおっしゃられたんで、それは法律は違反してないんで、はい。はい、別にそれで普通に好きになったからやったっていう行為なんで、じゃあそのお店の中でいくら払いました、はい、でその後そのホストの人がお客さんを連れて性的行為をしましたって、うん、ちゃんと証拠を出して警察署に行っても何の問題もないって思ってらっしゃるんですか？
あ、だからそれが例えば、それやってもらってもいいんですか、これ合法ですかって警察署に今経営してるお店で、あ、例えば、あ、全然ね、普通にあの外行ってでお互い好きだからやるっていうことに対して の別にそれが違法ではないんで、はい、だそれもあのね、前回その銀座で、好きだからの話僕してないです、はい、お店でいくら使ったからっていうのと込みでその後に何かしましたって話です。お店でいくら使ったからやるっていうことはないです。なのでお店でこういうのをやりました、はい、太い客です、でこれくらいお金が動いてます、はい、でじゃあお客さんでやった人とやらない人でちゃんと分けて、うん、やる人はじゃあいくら以上、やらない人はいくら以上ってあると思うんですよね。いやでもそういう決め方かもしれないですよ。なので、はい、なのでその、はい、誰でもやりますっていう人だったらまだマシだと思うんですよ、はい、でもじゃあ全員やるわけではありません。でも高い金額を出してる人の方がやる確率高いですってなったら、はい、うんうん、それやっぱりお店でお金を落としてることと性的行為っていうのの相関があるんじゃないですかって話になると思うんですよ。あ、どうですかね。あ、ありがとうございました。ホストでする話か。すごいな。すごい。いやー強いっすね。すごいっす。時間早く感じましたね本当に。1分ぐらいに。いやすごいな。はい、なるほど。面白。ね。すごいな。ただハゲを晒しただけの人がここにいますから、ね。でも一番ディベートだったでしょ。もうあの同情してほしいんですけどね。じゃあ次ひろゆかないさん。早く取ってもらっていいですか。早く取ってもらえます。あ、こちらこちら、こちらあります。早く取ってもらっていいですか。あ、僕でも開き直って取っちゃった方が人気出るから。僕もそう思ったんで。あの最初はその計画だったんです。嫁と子供がとんでもなく反対するんですよ。あ、でもそうか、奥さんとお子さんはそうっすね。そんなに哀れなハゲ方されてるんですか。言い方が、いやマジで強かった。ヒューターさんとのバトル、僕なんかなくなっちゃった感じですか。僕 何人かとディベートする感じだったんですけど。いやいや全然、ひろゆきさん1時間限定なんで、はい、あの終わった後にまた続編行きたいなと思ってて、はい、ひろゆきさんよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。一緒や、一緒や、やったことないので。あ、はい、ディベート対決やったことがないので。ヒロさんとやりたい。お、それはそれめちゃめちゃ面白いです。だから僕めっちゃ見たかったんですよ。そうです、お題考えて来られてますよ。あ、なんか適当に今か思いついたのが。あ、じゃあこれ見たいですね。じゃあ別に後半でもいいんですけど、はい、とりあえずじゃ あ、はい、今の判定いっていいですか。そうですね、はい、じゃあ、はい、もうひろゆきさんですね、はい、はもう五木さんはずっとホストにいまくって、今ひろゆきさんはさっと言われた内容でもうちょっとなんかこう最後切り離せてないとか、アクターはやっぱ仕事の延長なんじゃないかって言われた時にもうちょっと詰まっちゃってたんで、そこはもうそうかなと、はい、ひろゆきさんの勝ちかなと思っちゃいました、はい、あ、僕もひろゆきさん圧倒的すぎて途中からあの水槽の泡見てました。圧倒的だなと思って。じゃあ竹野内さん、はい、ひろゆかないさんが全然話入ってきてなかったみたいで、はい、次のお題を考えるので、僕もひろゆきさんですかね。なるほど、はい、ひろゆきさんです。ありがとうございました。そうですね、逆にちょっとこうひろゆかないさん行く前にメンバーもう一人ぐらい行く。1時間分けますもんね。はい、はい、1時間もうこの2人全然行ってないけど、どっちか脇とか猫かってほしい。犬か猫かぐらいで戦えば。あ、犬か猫か、うん、だって猫が好きやけ猫かったわけ。まあそうですね、ぐらいやったら戦えるかもしれない。でも猫かったやつ、まあまあ、犬も好きよ。いや、まあディベート対決ですか。そう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 、まあ、行きます、行きて、行きます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 。じゃあすみません、よろしくお願いします。いや僕犬猫対決多分ね3回目ぐらいなんですよね。いやいや、もう超ありがちだからな、ま、全く同じ理由で、あの適当なやつならいいんじゃないのっていうのでやったことがあるんで、はい、わ、じゃあお題なんかもし脇がこれ行きたいっていうのがあれば。いや特に何も考えてきてなかったですよ僕。どうしようか、一回ヒロユカナイさんが戦ってる間に。あ、そうですね。じゃあヒロユカナイさんお願いします。はい、やばい。やばい、ヒロユカナイさんと戦いの後一番やりづらいですよね。確かに間違いじゃん。ハイレベルな、死ぬほど強いですからね、ゆかないさんも。空気的に僕が最後っぽいから、それもちょっと確かに、うん、そうですね、では社長そういうの燃えるでしょ。頑張ります。いや、めっちゃ見たいな。はい、じゃあこれでお願いします。お願いします。じゃあ僕が持ってきたお題はこれで、ホリエモンとひろゆきはどちらが人気か。天才や。
ごい。大天才やん。僕はもちろんひろゆき側でお願いします。いいとこ取ったな。ずるー、ずるー、バリずるいやん。あ、ひろゆきさんなんか今調べてませんでした？大丈夫ですか？なんか、いや、なんか検索してました。テーマを忘れちゃうんで、テーマを書きました。あ、あ、あ、なるほどなるほどなるほど。え、じゃあもう早速いきますか。よろしくお願いします。じゃあディベート内容、人気なのはひろゆきかホリエモンか、スタート。あ、なんでホリエさんが人気だと思うんでしょうか？ホリエさんの方がツイッターのフォロワー数が多い。それだけですよね、多分。ツイッターあと YouTube も多いんじゃないかな。いや、あの、残念ながらひろゆきさんの方が多くなってるんですよね。なのでツイッターしか、あの、あと残念ながらあと 2,3 年ぐらいしたらひろゆきさん追い抜くんじゃないですかね。ツイッターも伸び率が全然違うので、なので、あの、勝ってるのってフォロワー数だとツイッターだけですよね。まあ、SNS とかを使う若い人にはそう見えるかもしれないんですけど、もともとその上場企業を作りましたで、あの、まあ、テレビで、あの、すごい出てる時期があってっていうのもあるので、はいはい、なんかそのネットにその親近感のない層に向けての堀江貴文っていうのの浸透度はめちゃくちゃ高いと思うんですよね。そのごく一部のところを取り出して、うん、なんか堀江さんが人気みたいに言われても微妙だ。あ、逆です、逆です。なので、あの、日本人で堀江貴文知ってる人何割ですかっていうと、はいはいはい、多分半分超えると思うんですよね。あの、知ってるっていうだけでそれは人気とは違うと思うんですよね。あの、残念ながら堀江さんって、じゃあ好きな YouTuber とか好きな、あの、なんか先生に、もしも先生になってほしい人は誰かとかっていうのでランクインしたとこ見たことあります？堀江さんを追ってないのでそもそも知らないんですけど。いや、ちょっとごまかさないでもらいたいんですけど、いや、多分有名な経営者みたいな形のランキングだったら上位入るんじゃないですかね。あと入らないと思います、おそらく。なので、もし、多分探せばあると思いますけど、どのランキングとかどのアンケートでもひろゆきさん1位ですよね。1位というか上位ですよね。なので、あの、自分は人気って認めてもらっていいですか？いや、経営者という枠だと僕は別に、あの、そこまで名を残すような経営はしてないので、経営者の枠だと堀江さんじゃないですかね。で、まあ、僕 YouTuber 的なポジションを取ってるんですけど、多分5年ぐらい経って堀江さんが、あの、ロケット事業を大成功させた時に、多分世界の堀江門になるポジションの可能性があるんですよね。はい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 。あの、民間のロケットで低予算でそれなりの衛星を持ち上げることができましたって。で、多分僕5年後も、まあ、僕というかひろゆきっていう人は5年後もただだらだら喋ってるだけで、はいはい、特に、あの、いなくなっても誰も困んないよねっていう人だと思うんですよ。まあ、あの、堀江さんが好きでそんなに、あの、堀江さんをフォローしたい気持ちも分かるんですけど、あの、ひろゆきさん の、 あのブームって終わった、そろそろ終わるって、ひろゆきさんご自身でもう切り抜きも終わるよみたいなこと言ってましたけど、ずっとひろゆきさん 2,3 年いません？だからこれからもずっといると思うんですけど。で、堀江さんって Twitter のフォロワー別に変わってないんですよ、そんな。で、ひろゆきさんだけずっと伸びていますよね。それ事実ですよね。観察してる。あの、なので、ご自身が堀江さんよりインフルエンス力があって人気っていうのを認めてもらっていいですか？いやー、でも堀江さんって、あの、オンラインサロンとかやってて、で、メルマガとかも確かまだ1万人近く読者がいてとかってことですね。じゃあ今2チャンネルとかニコニコ動画とか切り抜きとか、ひろゆきさんって、ね、今でも使われてるサービスいっぱい持ってますけど、堀江さんって何持ってます？あの、堀江さんってその、あの、雑談とかやってるときに、メールマガジンで1万人の有料会員がいて、はいはいはい、で、オンラインサロンっていうのでも毎月1万円で数千人いるんですよね。はいはいはい、で、そのひろゆきって人って有料サービスではほとんど人集まんないんですよ。はいはいはい、だってお金を払ってでもこの人の話を聞きたいっていう人気があるのは堀江門なんじゃないかなと思うんですけど。あの、スパチャでそれ以上もらってますよね。なんでそんな一部のメルマ、今時メルマガの話されてもいつの話ですか、それ。なので、ご自身が堀江さんよりいっぱい稼いでて人気っていうのを認めてもらっていいですか？いや、あの、スパチャそんな金額いってないんですよ。あの、堀江さんメルマガで年間1億超えますけど、はいはいはい、スパチャ僕ずっとやってて多分7000万円ぐらいしかいってないと思うので、はいはいはい、あの、金額で言っても堀江さんの方が全然上なんじゃないかなと。あ、7000万ももらってるんだ。へあの、まあ、置いといて、とりあえず、あの、今この議論を聞いて分かった通り、ひろゆきさんの方が人気っていうのは多分みんな、あの、周知した事実なので。ベストアウト、ベストアウト。
ああ、お題がすげえな。うまいわ、やっぱ。大鋭い。やばいでしょ。大鋭いわ。ひろゆきさんは、ひろゆきさんは、要は切り抜きさんからの収入もありますからね。はい。いやベストバウトだ、マジで超良かった。いやすげえ、動きが一緒やもん。すいません、面白いな。いやいや、もうちょっとあの堀江さんの愛を聞きたかったです。あのなんか追ってないって言われた時ちょっと僕もショックだったんで、なんか微妙だなと思いました。いやおもろいな、これむずいな。はい、よかったら皆さんここ切り抜いて拡散してください。僕多分勝ったんで。はい、いやめちゃくちゃいい顔してる、はい、あとなんかチャンネル登録10万円目指してるんで、はい、ぜひ皆さん登録お願いします。なんかひろゆきさんがあの無理って言ってたんで、僕の10万登録、おもう頭打ちみたいなんで言ってたんで、ちょっと悔しいんで皆さんよろしくお願いします。あのそんなに悩むのやめてもらっていいですか。あ、僕も大丈夫。あ、分かります。あのひろゆきさんに媚び売りたいのは分かるんですけど、あの残念ながらあの、はい、認めていただいて、はい、だってイヤホンしてるやつ。はい、ヤホンしてる、はい、聞いてます、はい、じゃあ僕からいいですか。よろしくお願いします。僕はひろゆきさん立票です。ちょっとコビ売るのやめてもらっていいですか。いやマジで悩んだんですけど。いやでも最初堀江さん追ってないって言ったのに、フォロワーとか会員数とか結構詳しいなってちょっと思っちゃったところが、いやだから負けでよくないですか。いやでも結局最後課金の方になった時に、課金額はあっちの方が上だったり、フォロワー数で戦ってたんですけど、それは SNS を使ってる人数であって、 SNS 使ってない人のところで行くととかって言ってちゃんと返されてたんですよね、数で数字としてを出してきてたんでって思っちゃいましたね。あのこれは普通にあの、はい、ひろゆきさんはモノマネの人と奥さんには弱い、かなわないっていうので、ひろゆかないって書いた方が面白いですよ。今論破されてる。やばい。そうですよね、ひろゆきさん。これえ、だから論破されてる。今えって言ってますよ。だってひろゆきってやって、なんであの長いものに巻かれるのやめてもらっていいですか、ちょっと。いや、自分言っちゃっていいですか。僕はもう開幕参加の時にはもう書き終わってたんで。書いてます、書いてます。ちょっと本当ひろゆきってなったらびっくりするんですけど。はい、自分もちょっとあのあれだったんですけど、あのちゃんと思って書きました。はい、ゆかないさん、ありがとうございます、はい、あ、よかったです、はい、ビッグニュースじゃないんだ、ホストの男の子もあのひろゆきさんのあの結構見てるんで、はい、あのホリエモンさんも見てる人はいると思うんですけど、圧倒的に、はい、おっしゃる通りでひろゆきさんの方が人気、はい、ひろゆきさんの人気です。はい、なるほど、はい、事実なので、ああ、はい、僕もゆかないさん、 ありがとうございます。あのなんかディベートとか論破対決の途中でひろゆきさん若干照れちゃってたのが、はい、もうちょっとこっち側にももう見えちゃってたし、多分普通にどう考えても人気でいくと多分ひろゆきさんさすがに知名度とまた別なんで、はい、大丈夫ですか、堀江さんに嫌われます。もう全然そんな、僕も野菜嫌いなんで、もう、そうです、はい、そしたらそっちでまた話して。堀江さんは野菜好きなんですよ。僕は野菜嫌いなんで適当ですよね、本当。はい、わかりました。ひろゆきさん TGC 出てました。確かに出てた。確かに、いや、そう、さすがに TGC まで出したら人気でしょ。認めた方がいいですよ、人気しか出ない、さすがに。いい。はい、そんな感じで、ありがとうございます、ひろゆきさんです。よろしくお願いします。ひろゆきさん、うまいっすよね。お題がチャレンジャー動きも一緒や、素晴らしい。チャレンジャー、はい、チャレンジャー選びます、この強さに。確かに、はい、ほぼ無敵みたいな。社長、社長、はい、じゃあ最後いく、はい、まあ社長ぐらいは勝たなね、さすがに。社長頑張ってください、はい、頑張ってください。ひろゆきさん今弱ってるんで、チャレンジャーね、マジ任してくださいよ。髪は青がいいか黒がいいか、青の方がいいか。え、ちょっと待ってください、今の話からいくと結構僕シビアなやつ持ってきたんですよ。ガチガチディベート対決したいと思って。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。しかもやっぱ僕やっぱ何でも言っちゃうタイプで打ってきてるんで、中途半端なディベートしたらダメだなと思ったんで、今炎上覚悟でここに立ってます。はい、はい、炎上覚悟に立ってますが、はい、はい、
炎上したらすまんな。頑張って社長。炎上したらすまんなお前。いや、今更もう何でもいいよ。僕が考えてきたお題はこちら。宗教からもちゃんと税金を取るべき。おい知らんけんな、マジで。おんも知らな、はい、それもこれで僕は普通に取れるべきだと思ってます。はい、なんでぜひ取らない側で戦っていただけたらなと思います。はい、分かりましょう。よし、じゃあ3分間測ってもらえたらで、ここでチンで僕も審査員です。 あ、そうですね、多分今回は、はい、まあ、じゃあスタートとあれだけ。オッケーです、オッケーです。3分でやばい、考えろ、時間与えんな。いけ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 、よーい、はい、スタート。ちなみにだから多分日本のが、まあ、日本って宗教 の、 税金取らないとこ多いんですけど、はい、なのでこういう理由で取らないんですよっていう説明だけで大体終わっちゃう気がするので、はいはい、僕それ全く知らないんで、僕にちょっと分かりやすく説明していただきたいんですけど、はい、でそもそも僕が、はい、いかがですか、僕がなんでこう思ったかっていうのは、はい、やっぱ僕はやっぱ社長なんで経営者なんで、なんですかね、宗教はもちろんあっていいし人を幸せにしてるとかそういう話をするんじゃなくて、ちゃんと税金は納めるべきっていう話なんですよ、要は。で税金払えないならそれはもう経営が成り立ってないって、だから要はそれは払わなくていいんじゃないかな、あ、払わなくていいんじゃなくて要は納めるべきで、それでも成り立たないよって言うんだったら宗教が、もしそれは会社と一緒でちゃんと潰れるべきだと思ってます。多分民間の法人とかが潰れて再度作るっていうのであれば別に作れるよねっていうので潰れてもいいよねっていうのは僕もそれはそうだと思うんですよ、はい、で例えばじゃあ神社とかお寺って潰れて一から木造で作ることってほぼできないんですよ、もう。はい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 、その宮大工自体が足りないよねとか、その時代の木材手に入らないよねっていうのがあって、はいはいはい、なのでまあ、その東京とかにあるめちゃめちゃお客さんいっぱい来てますみたいな神社とかお寺とか別なんですけど、はいはい、田舎の神社とかお寺って、はい、その年間に儲かる金額が300万円とか400万円とかだったりするんですよね、はいはい、でそれでお坊さんがそこで生活しなければいけませんと、はいはい、でただお坊さんそんなにお金かかんないから400万円の収益のうち半分じゃ税金で持ってきます、200万円持ってきますとなると、その残った中で生活とかをしなきゃいけませんってなると、そのお寺とか神社の修繕費用っていうものが作れなくなっちゃうんですよ、はいはい、なので毎年毎年じゃあ50万円ずつ積み立てて20年間貯めてようやく1000万円でそれで修繕しますみたいな形で昔ながらの建物ってなんとか維持してるんですよね、はいはい、なのでそれがなくなっちゃうと日本中のお寺とか神社なくなっちゃうんですよね。じゃあつまりひろゆきさんの意見的には税金を取ったら多くの神社は潰れちゃうんですか。潰れるというより維持できないので減ってしまう。はい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 、建物自体が、建物がないお寺とか神社はできると思うんですよ、はいはい、ビルの中の一室みたいな、はい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 、でビルの中の一室の神社とかお寺とかを日本中に増やすのって、はい、それって日本の社会としてどうなのっていうので、あんまり僕はそういうのよりもやっぱりその木造の鳥居とかが残ってる、そのお寺とかが残ってる方がいいんじゃないかなと僕は思うんですけど。いや、まあその残った方がいいか神社が潰れるべきかっていう論になると、それがちょっと僕はなんていうんですかね、それは神社を潰すべきだとか論点になると、じゃあそういう意味じゃなくて税金をちゃんと払うべきだって思ってて、でなんていうんですかね、そういうのは国が保護すればいいじゃないですか、要は税金を取っちゃって。終了。税金から、あ、はい、追加足しますか、延長しますか、延長しましょう、延長で、延長で、要は国にとって必要だと思うんだったら国が税金を納めて潰れそうな神社をちゃんと保護するべきで、そうやって国って回るわけじゃないですか。学校だってその運営できなかったとしても、こう国がこれは残すべき残さないべきっていうのは国が判断することで、でさっきハゲの話の時に海外か日本かで、YouTuber の時もそれが面白いと思う視聴者か日本人は思わない視聴者だよねっていう国の判断のように、宗教が強い国はもちろん宗教にいっぱいお金が集まるし、その日本はやっぱ宗教ちょっと弱いじゃないですか、だからお金が集まりにくい、でそういう論点だと思うんですよね。論点というか、要は儲かっているところもいっぱいあるんで、儲かっているところがいっぱいちゃんと税金を納めて、で儲かってない潰れそうな神社にちゃんと寄付すべき、でそのお金で神社を守るべき、守るべき神社を守るべき、どうなんですか、うん、っていうご意見は分かるんですけど、はい、じゃあ日本政府がこの神社に補助金を突っ込むけど、はい、
この創価学会には補助金突っ込まないとかっていうのを政府が決めていくんですか。どういうことですか。要は、はい、神社じゃこの神社にお金突っ込みますと、はい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 、でも幸福度科学には突っ込みませんとか、はいはい、統一教会には突っ込みますとか、はいはい、どの宗教にどうやって税金を突っ込むかっていうのを国が決めるんですか、はい、でもその政治家を選ぶのは国民ですよね。あ、なのでそれがあの憲法に触れちゃうんですよね。あ、そうなんですか。要はその、はい、あの特定の宗教を優遇してはならないという話になってるんですよ一応憲法上。はいはいはい、なのでそのこの宗教を保護するよこの宗教を弾圧するよっていうのはやっちゃいけないんですよ。なので一律税金を取らないっていう形でおのおの頑張ってくださいねっていうのが今の日本のシステムなんですよね。なるほどなるほどなるほど。だから例えばじゃあ今自民党が統一教会とめちゃめちゃ仲いいです、だから統一教会にはバンバンお金つくえますとか でなんかあのマイナー そのなんかゾロアスター教とかにお金つくえませんとかなんて、いやいやそれって宗教差別じゃんみたいになっちゃうんで、はいはい、でもあのどちらかというと今ひろゆきさんはその要はお金がない潰れそうな神社に焦点ばっか当ててるんですけど、僕がこの意見を持ってきた理由はやっぱお金がめちゃめちゃ儲かってる宗教が何個もあるわけじゃないですか。そこはお金がめっちゃ余ってるんだったら税金を納めてほしいよねっていう、むしろ強い側に焦点を当ててるんですよね。それに関してはどう思います。そのやっぱいっぱい儲かっててそれは納めるべきなんじゃないかなとかって思います。やっぱ会社も要は税金免れる場合の会社もあるわけじゃないですか。で税金をいっぱい納めないといけない会社もあるわけじゃないですか。それって儲かってる儲かってない大企業資本金いろんなのが管理してると思うんですけど、じゃあこの規模のちゃんとこんだけ儲かってるんだったらこんだけ決算して出して儲かってる神社は儲かってる宗教はちゃんといっぱい税金を納めてほしいです。いや弱い方に焦点開けるんだったら、うん、まあそうですけど、はい、で今の日本の国のやり方だとその儲かってるじゃなくて儲け方がうまいところは税金取るようにしてるんですよね。だ例えばお寺とかで駐車場の料金とかってあれ税金かかるんですよ。でお寺が保育園運営してますとかもそこも税金かかるんですよ。はいはい、なのでそのお金を多く儲けるような儲け方をするんだったらそこには課税をするよっていう形があるので、はいはい、なので統一教会に例えば課税したいのであればそのなんか壺を400万円で売っていてそのなんか先祖にたたりがあるよみたいな言い方をして商売をしてお金を取るのであればそこは課税しますよっていう形のこの事業でやった場合は課税しますよっていう課税する事業っていうのは決まってるんですよ。なのでその課税事業を決めるっていう形であくまで課税事業をやったから課税されてるわけで強い宗教だから課税とかお金持ってるから課税っていうわけではありませんよっていうので平等を担保してるっていう形になってます。なるほど。でもあの本業でもちゃんと払うべきっていう理論です今僕は。そういう宗教あそういう法律があるのは分かる。いやーでもよかったけどね結構普通に勉強になったもん、うんへーって思いながら聞いたそうなんだ。いずれの人もかなり勉強になったと思いますけど、うんはい、知らなかったことがある。これ平井さんにちょっと聞きたいんですけど例えばじゃあ、はい、昔ながらのそういう建造物のみにあの保護しますでそれ以外の宗教法人は全員それお金取りますじゃダメなんですか。憲法違反なんですか。個人の民家の民間伝承とか入ってくるんですよね。多分沖縄とかってそのお祈りをする職業の人っていうのがいてでその人の家にみんながあの行ってそのお祈りしてもらったりっていうのがあるんですよ。なのでそのもしその宗教的な儀式をしてるんだったらその人の家そうだよねってなっちゃうのでちょっと家に補助金あげるみたいになっちゃってバランスをどこで決めるかっていうのが難しいんですよね。なるほどありがとうございます。まあでもお祈りするのが仕事ならもうビジネスの一環だとやっぱ僕は思っちゃうんですよね。まだ言ってるだからそういうのを踏まえ家に補助金出すとかも要は個人経営であのコロナで資本あの補助金もらった人たちも結局家に判定出しちゃっていいですか。あどうぞはいじゃあ自分からはいひろゆきさんではいおっしゃる通りあの聞いててあなるほどとあの課税するべき事業に対してはちゃんと課税してるってところでああなるほどと、はい、普通に納得せざるを得ない内容だったんで勉強だ、はい、勉強になりました。ありがとうございます。僕もひろゆきさんに入れさせてもらったんですけどあのなんか途中で社長がじゃあ儲かってる宗教団体は税金払った方がいいって言い出した時点 でこう最初のタイトルで全部の宗教団体から税金払うべきって言ってたのにじゃあもう儲かってるとこだけでもって言い出した時点であこれはちょっと渋いんじゃないのと思って それはもうまた宗教を差別してる感じになっちゃうんじゃないのと思ったんで、はい、今回ひろゆきさんに入れさせてもらいました。あじゃあ僕あどうぞ、
あ、ひろゆきさんに入れましたあのひろゆきさんのサインなんですよ。で、まあ、まあ、まあ、誰も知らないですけど、なんかそのやっぱりその今旧統一教会でそのひろゆきさんが戦ってるっていうの でそのタイミングで DJ 社長がその宗教の勉強会みたいなのを繰り広げたので、うん、なんかあやっぱ DJ 社長優秀だなと思って見てます。ありがとうございます。いやお疲れ様です。めっちゃいい。めっちゃいい。やっぱりもうちょっと喋りたかったところはない。けどありがとうございます。すみません。ありがとうございます。すみません、じゃあちょうど1時間経ったので、はい、ひろゆきさん、はい、今日はディベート対決ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、面白いです。すみません、申し訳ないです。ありがとうございます。すみませんでした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 。こんな対決させてすみませんでした。でこのまま視聴者の方はまだまだあの、はい、チャレンジャーがあってどんくらいのこと、3分の1は残っとっちゃう。そんなに残っとっちゃう。だってまだあの丸なんて対決してないよ、はい。確かにまだ丸と秋は戦ってないけん、うん、確かにそういうのもある。まあそういう意味なら多分銀太も戦ってはないです。いや銀太は立派な戦いやったけど、いやいやいや、フェズマリューと戦ったよ。フェズマリューと戦った、うん、フェズマリューと、うん、いやー悔しかったな。なんかちょっとでも言いたいこともっとあったよ、まあまあ、本当は。けどここに立つと飛ぶよね。飛ぶちょっと飛ぶ。いや飛ぶし、やっぱあの自分のペースへの持っていかせ方がうまいけん、やっぱ、うん、最高一番俺が行くべきやったかもしれない。グリップ握られたら勝てるわ。普通にためになったっすね。勉強だった。めっちゃ勉強になった。社長の前超良かったじゃないですか。ありがとうございます。ったっすよ。じゃあ案件かなんすか、宗教の。宗教から案件来てる。違う違う。逆に宗教敵に回す側なんで。今の税金取るべき話題は。確かに。はい。じゃあ次の。一回チャレンジャー行ってみる、はい、でちょっとあの心を休めようか、はい、一旦天城服配ったりしてもいいじゃないですか。いや、タバコ吸いたいやろ。タバコ吸いたいや。別にそんなことないけど。じゃあ行きますか。じゃあ次のチャレンジャーどうぞ。隠れモンスター。あれ隠れモンスターいいんで。あ、隠れモンスター。でも隠れモンスターだの前にまだちょっとモンスター多すぎて、もあのまだ脇と丸も戦えてないのにモンスター側増やしても。そろそろ抜けますから、あの交代で。あ、逆に抜けますか。はい、もう大丈夫です。お忙しい。あ、もう大丈夫です。取らなくていいんですか。いや、もうひろゆきさんにグロッキーされてるんで。じゃあ、ありがとうございます。竹野内さんと代わりに入ってくる隠れモンスターどうぞ。ありがとうございます、竹野内さん。ありがとうございます。どうも。どんな交代やん。どんな交代やん。どういうチェンジなんやろ。でもあの口じゃなくて拳で語るタイプの人。確かに、そうでしょ、うん、今日は拳ダメですけど。早く250万よこせよ。あー、やばいやばいやばい。まだ払ってないよ。まだ払ってないよ。危ない危ない危ない。ビッグから坊主になったっすね。ビッグから坊主。じゃあもうこのまんまチャレンジャー突っ込みます、はい、じゃあチャレンジャーどうぞ。どうも、全力マンジーです。僕らフードで下ネタめちゃくちゃ強い。得意よ。誰でもかかってこいよ。かかってこいよ。玉なめありかなしか決めようや。噛んでんねん。さあモンスターを論破せよ。昨日からの2日連続、はい、ありがとうございます。グリーンでいじられたけん今日もグリーン来てきたでしょ。今日も来てきました。でも昨日は XL で今日 L 来てきたんで。わかんない。ちょっとピチッとしてるかもしれないですよ。いや、もっと美味しいと思って。2サイズ。今日も手にいっぱい買っとや。今日はちょっとだけです。今日はちょっとでしたんで。じゃあもうそれでは早速お題の方をお願いします。お題ですか、はい、はい、お題はこちらです。ゆえ20代で童貞ならさっさと風俗で卒業するべき。あいいお題やわ。やっぱ僕らのチャンネル YouTube やらせていただいてるんですけど、うん、風俗系 YouTube、まあ、そうですね、男遊び中心で、うん、その中で風俗結構取り扱ってるんで、うん、まあ、それにちなんだお題を持ってきました。なるほどなるほどなるほど。じゃあ戦いたい相手がもしいるならちょっと
いるんですよ。はい、ちょっと連続になって申し訳ないんですけど、ひろゆかないさんで。おお、風俗の話できるんですか。僕下ネタ苦手なんですよね。そっちさっき覚えたやつや。僕見てたんですけど、ちょっと全然似てないなって思って。ああ、しかもさっきひろゆきさんに勝ったじゃないですか。ひろゆかないさん、はい、で僕がひろゆかさんに勝ったら、お、実質も実質論破王。そういうことだ。論破王だ。雑魚も考えないよ。雑魚も思考へ。その称号欲しくて、ちょっとひろゆかないさんに行きたい。じゃあ早速ひろゆかないさんお願いします。よろしくお願いします。けど一番強いよ多分。モンスター一番強いと優勝みたいなもんっすよこれ。最強のモンスター最強にいる中で、あの論破界のアルシテグラ。まあひろゆかないさんは勝つのかな。タバコ吸ってきてもいいですか。ひろゆかないって書いて。ちょっと待ってください。よし、じゃあいきますか。タイトル、はい、20代で童貞ならさっさと風俗で卒業するべき。これ、はいはい、どうぞ。あ、喋っていいですか。どうぞどうぞ。僕の実体験なんですけど、うん、僕ほんまにモテなくて、女性とかと喋るとか苦手で、もうすごい悩んでたんですよね、はいはい、その時に五反田に住んだんですけど、はいはい、たまたま30秒近くに風俗があって、はい、そこにパッて入ったら、はいはい、もう女の子慣れしていって、はいはい、そういうのがなくなって女の子行けるようになったんですよ、はいはい、で多分視聴者の方も僕みたいなひもで男子めっちゃ多いと思うんですよ、はいはいはい、で20代で童貞で悩んでるならもうすぐ風俗行って女慣れするべきなんです。どう思いますか。はい、そもそも風俗で本番行為って売春で犯罪行為ですよ、はい、それを同説2万人とかいるところで犯罪を助長してるってことでよかったですか。あ、別に僕は本番を本番まあ、卒業とはキャッチーに言ってますけど、はい、そんないきなりそんなこと言うんや。その風俗のチャンネルをやって、はい、その親に見られて、はい、怒られて解明もしましたよね、はい、そうですね。でそれで今この300万人いるチャンネルで、はい、犯罪行為で本番行為をしろっていうのってヤバくないですか。そうですね、本番行為をしろとは書いてますけど、はいはい、まあ、それはさすがにダメなんで、はいはい、これはちょっとキャッチーに聞きましたけど。あ、じゃあダメってことですか。違います。女慣れをするために、はいはい、先に風俗にそういう男性は行った方がいいっていうことです、はい、これは。あ、じゃあ、 まあその犯罪行為は置いといて、はい、じゃあそこで、はい、あの卒業されましたっていうことですよね。そうですね、はい、そうです。で幸せになるってことでよかったですか。幸せにみんななったんで、で僕友達にそれ先風俗行った方がええでって言って、友達もそうなんやつって言って、もうみんなそのまま幸せになってきました。普通に女性と喋れるようになったりとか、はいはい、なんで絶対この方がいいと思うんですよ。あ、それに関してどう思います。じゃあ例えば、はい、まあ、民主主義なんで、はい、この中でこの中ってあの、まあ、皆さんすごい幸せで、はい、あのまあ、いわゆるあの優秀な人が多いと思うんですけど、はい、この中で多分風俗で童貞を卒業した人っていないと思うんですよ、はい、あ、この中はですか、はい、あ、なんで別にその、はい、あの風俗で童貞を卒業しましたっていう人が多くて幸せって言ってらっしゃいますよね今。いや、そういうモテない20代の男子はそうした方がいいって言ってます、はいはいはい、で今世の中少子化進んでて、はいはい、で女性に興味ない男性多いじゃないですか。デート率が 40% しかない、はいはい、で僕女性に興味がないんじゃなくて、女性をもう行くのが自分から行くのは怖いと思うんです。女性に興味ない男性なんて絶対いないと思うんです。そのだったら風俗行った方がいいと思う。モテない無能が、じゃあ風俗行って、誰が無能やね。無能が風俗に行ってなんかそのあしらわれて、はい、あ、なんかすごいかっこいいですねって嘘をつかれて、はい、モテた気になって、はい、勘違いするのと、はい、自分でじゃあ眉毛整えたりとか、はい、清潔感出したりとか、はい、それで高めていって初めてその女性とそういうことをいたすっていうのって、どっちが魅力的かって普通に分かると思うんです。終了。もうですか。はい、3分間です。ひろゆきさん似てるの分け目と重ね着だけっすよ。あ、すいません。それだけ言いたかったです。あ、すいません。じゃあ、はい、行きますか。判定を。あ、来ました、ほいさん。え、来ました。あ、もちろんですね。もちろん、もちろん。あ、見てました、よかった。はい、もちろん、もちろん。これ買ったんでしょ。もう書いてるんで、パネルは。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。自分と思ったやん。じゃあ、行きます。いや、でも割と俺の中ではいい感じで戦っとるよ、うん、面白かった。なんかそんなに、あ、じゃあ、DJ 社長も本番行為の犯罪行為に。じゃあそれキャッチーに言ってるだけやキャッチーではないだろう。めちゃくちゃおもろかった。確かに。いや、どっち勝ってと思いますか。
や普通に犯罪行為なんで大丈夫かなと思っていきます。僕の意見はこちらです。ひろゆかないさんに一票です。まだ分からん。これはもうあの理由は確かにこれが女なりすべきかどうかであると割と優勢だったと思うんですよね。けど最後は女になれるべき、女になれるべき、幸せとかって言ったんですけど、はい、童貞を卒業っていう言い方すると犯罪行為、これはもう間違いないなと思っちゃったんで、はい、お題が卒業だったんで、はい、重たいワンパンチでしたね、はい、いやまだわかんないですから、はい、まだわかんないです。じゃあ、ね、まだお願いします。ポストは信じてますんで、はい、じゃあ色々行かないですね、はい、そうですね。やっぱりまあ犯罪動向もあるんですけど、やっぱりこうなんだろう、そういう性行為でがどうのこうのよりも、はい、そこを努力しなかったら女性幸せにできないよねって。いや本当そう、はい、そこじゃないで、モテることの努力しないで一気にそこね飛んじゃうと、はい、それでいいのって逆に思うんで、まあ、そこの前の部分をちゃんとやってほしいなって思いで、これをさすがホスト、はい、努力の上に上がる、来たくなりました。じゃあちょろい、ちょっと一票欲しいな。まあ、僕ゆかないさんだったんですけど、あの最初の5秒で死んでったんですよ彼も。あの緑の彼最初の5秒で死んだの見て、はい、であとの2分50秒間ぐらい、うん、ずっとゆかないさんが死体蹴ってるのをタバコ吸いながら見てました。面白いなと思って。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱコメント欄がやっぱマルカワキどっちか戦ってほしいってあるけ、次チャレンジャー来たら問答無用マルワキどっちか行く。オッケーで、その次のチャレンジャーはもう行かなかったお次、うん、要はだけど2連発マルワキで行く、うん、了解です、うん、行くか。得意ではないけど、ね、そうそのディベートをするのあんまり得意じゃない。いやそれはそう、でもこういう企画なんだ、ね、頑張りましょう、頑張りましょう、はい。よし、じゃあ次のチャレンジャーはこちら。次のチャレンジャーはこちら。はい、どうも、エルコレのクラブレオで代表やってますサイルショットっています。ベゼンさん、はい、今日一緒にやらせてもらうんですけど、まあ、もしかしたら僕のこと欲しすぎて新メンバーに追加しちゃうんじゃないかってぐらいの試合を、7億の男が見せたいと思います。チェケラさあ、モンスターを論破せよ。さあ、それでは登場していただきましょう。まあ、今回天岐阜の、まあ、主催やらせてるもらってるエルコレの、まあ、レオって店で、ホストやってますタイラショタっています。お願いします。久しぶり、はい、お願いします。あの試合行く前に先言っていいですか、はい、あの宣言しておきたくて、あの僕次のこのディベートで勝ったらちょっと社長とやりたいです。あ、2連発やりたいってこと。はい、いいよ、勝てたら。勝てたらね、はい。まあでもね、うちのトップ2って言っても過言じゃない。この2人がね、彼らが一番強いですから、まあ、勝てへん気色はな、はい、それは負けるわけないよ。じゃあどっち行くとか。どちらでも僕は。じゃあワキ、じゃあ僕行きますか。おー、ワキはじめまして、じゃあよろしくお願いします。でもコメント欄イケメンばっかりよ今。イケメン来た、イケメン来た。ありがとうございます。これ店来る場合、これは来る場合、これは来る場合、負けてもらわな、負けてもらわな、負けてもらわな。お店距離近い。確かに。お題の方をお願いします。はい、お題がですね、これこっちに向けたらいいかな。そうですね、タイムスリップするなら、過去か未来か。おー、一番ディベートっぽいの来た。はい、これ見せながらの方が楽です、ね、あ、そこに置いてもらって。はい、どっちですかこれは。これ僕過去派で。過去派、はい、なるほど。じゃあ僕が未来派で、はい、分かりました。じゃあ行きますか、はい、タイムスリップするなら過去か未来か。はい、お願いします。お願いします。タイムスリップするなら、はい、絶対まあ一回はみんな考えたことあると思うんですよ、うんうん、SF の映画とか見た時とか、はいはいはい、まあ、ドラえもんとか作った時に、はいはいはい、まあ未来ってみんな選択しがちなんですけど、うんうん、僕絶対過去が良くて。それはなんでですか。それは、じゃあ人生で後悔したことって一度でもありますか。ああ、まあそれはやっぱありますね。まああるじゃないですか、はいはいはい、多分視聴者の皆さんも絶対あるんですよ、はいはいはい、で
それ仕方がなく後悔してしまったパターンもあると思うんですけど、はいはいはい、その経験でこの脳みそのまんま、じゃあ例えば10年前20年前に遡れた時に、はいはいはい、その失敗とか後悔って、はいはい、多分少なからず自分自身も傷つけただろうし、周りに迷惑かけてたんだったらそれを迷惑かけないで済むんですよ、はいはいはい、で僕がもっと過去になんでこだわってるかって言ったら、普通に多分もっと30年前とか戻った時に僕めちゃくちゃ多分金買うと思うんですよ、はいはいはい、めちゃくちゃ金買うし、お金を多分100億ぐらいさらっと稼げると思うんですよね、はいはい、それ過去じゃなくて今じゃな、はい、今でもよくないですか、過去に戻ったから、はい、歴史を知ってるからこうこうこうなるって分かってるから、はいはいはい、絶対な成功例ができるじゃないですか、はいはいはい、それ別に未来行って戻ってきてもできますよ、それ行き来ができるパターンであって、はいはい、じゃあ未来から過去に戻ってるってことじゃないですか、はいはい、ってことは今現時点で何かしたいってことじゃないですか、はいはい、未来から今の現時点に戻るって過去に戻りたいってことなんで、はいはい、タイムスリップするってそもそも 元の現実に戻るっていうのがあれじゃないですか、はい、そのタイムスリップしてそのタイムスリップ後に戻れるか戻れないかは別に議題じゃないんで、タイムスリップするなら過去、最初から過去に行ってこの脳みそで年を取って、で金を稼いだ後にやっぱりお金がある幸せってめちゃくちゃあると思うんですよ、で僕はそのお金で必ずボランティア団体やって作ってみんなを普通に幸せにしてあげたいなって、でも今タイムスリップしたらこの年齢のままタイムスリップするっすよね、同じ人生は歩めなくないですか、同じ人生じゃなくていいんですよ、だってさっき過去にまあ後悔があるって言ったじゃないですか、はいはい、人ってまあ絶対世間体的には失敗して学べとか言うかもしれないですけど、近道した方がなんぼのもんじゃいだと思うんですよ、はいはいはい、だからじゃあ今こうやって YouTube 活動してていっぱい失敗とかあったと思うんですよ、はいはい、試行錯誤もあったかもしれないけど、じゃあ過去に戻って今の人気度を今からやってたらもっとさらに多分レペゼンさんも、多くの人レペゼンさんを見て元気をもらった視聴者を過去からもっと救えるんですよ、はいはいはい、だから過去なんですよ、未来の今の知識で未来に行ったってコテンパにされて終わりなんで、はい、だし、ビットコインだとか仮想通貨とか、はいはい、じゃあ円がこんだけ安くなるよっていうのを知ってて過去に戻ったら、うん、なんかこれから起きることを知ってるのって自分の人生にワクワクしなくないですか、あでも人生って有限じゃないですか、はいはいはい、人生って有限で多くの成功者がじゃあなんで若いうちに時間を買ってでもそれに1億払うよって価値がついてるんですよ、はいはい、時間で、ってことは過去に後悔してるんですよ、はいはいはい、だからそんだけの金をはたけますよってことなんで、はいはいはい、だから絶対みんな過去に行って成功してるんですよ、別に人生がこれ不老不死だったら別にいろんな人生歩めばいいんですけど、はいはい、有限だからこそ、だからこの年齢で戻るからこそやり残したことを、じゃあ成功できなかったもの、失敗したものを拾いに行くために過去に行くんで、僕はなんかその過去をどちらかというとその気にする方が良くないと思ってて、はいはい、今を大事に生きる方がいいと思うんですよね、はいはい、プラスあと未来に行くのがいいと思うのは、あのどちらかというとあの過去のことを気にせず過去の栄光にすがりながらそのやり直したいとか言ってる人は今がうまくいってないからだと思う、あ僕過去の栄光って一言も言ってないですよ、過去の失敗を拾いに、だから一つ目の質問って、はいはいはい、過去に何か後悔したことありますって言ったじゃないですか、はいはいはい、栄光は一回も一言も言ってないです、別にでも過去の失敗を別にもう一回やり直したいとも僕は思わないんですよ、あやり直したいだよね、その失敗を起こさなければ拾えたであろう、じゃあでも人間としては変わってないから起きると思うんですよ僕、その問題ってあ人間としては変わって、じゃあもう、はい、じゃあ自分の10年前と比べた時に、はい、じゃあ今の活動ができてるって想像できてましたか、いや想像はできてないですよ、できてないですよ、ね、それが分からないから未来にワクワクするんじゃないですか、はい、でも未来にワクワクするっていうものよりも、はい、もう絶対不確かなものよりも確実に成功する、確実に人に幸福度を与えられるってことじゃないですか、あ僕は確実より不確かなものの方がワクワクします、はい、じゃあその分かってるもの、はい、例えばくじが当たるって分かってたらワクワクしなくないですか、しなくてもでも金取れて、でじゃあ自分の身内で、はいはい、じゃあ今このお金があれば助けられる、このお金があれば絶対的に幸福になる、じゃあ自分の身内が今3億円必要です、はいはいはい、すぐ用意できますか、それはできないですよね、3億円あれば命助けれるってなったら、はい、絶対過去に戻って3億円取って自分の大切な人を絶対助けるし、はいはい、じゃあ例えば僕あんまりレペゼンさんのこと知らなかったので勉強させてもらったんですけど、はいはいはい、じゃあ社長さんとか、はいはい、昔に何千万も別に借金したとか失敗したって、はいはいはい、でもそれ人に迷惑をかけてるっていうどっかであって、でも絶対に返して俺は成功するんだってあったと思うんですけど、はい、それの失敗を今経験してるじゃないですか、はいはいはい、それが過去に戻ったらそれって絶対失敗するとは言えないですけど、その失敗の例がちょっとは減りますよね、僕は過去に戻ってそのなんていうんですかね、失敗があるからこそ人は成長するものだと思います、そうだから今があるじゃないですか、はい、だからタイムスリップするんだったら、はい、その今のでもその失敗をなくそうとしてるんですよね、過去に戻って、そうそれはその人の成長を妨げるんじゃないですか、成長だけじゃなくて、じゃあ例えば 9.11 止めれるくないですか、いやそんな僕一人でタイムスリップしたからといって止めれるかどうかは分かんないです、だってこの知識持ってるんですよ、いやでもだからといって絶対に止めれるっていう自信はないですよ、絶対一人で戻って絶対に止めれるかって言われたら分かんないじゃないですか、終了、ありがとうございます、ありがとうございます、いやでもいい戦いだったような気が、いやいい戦いだったと思う、本当すか、ちょっと判定めっちゃむずいなこれ、もうちょっと脇の話もうちょっと聞きたかったじゃんちょっとわあちょっと判断めちゃくちゃむずいな、でもめっちゃ喋り上手かったっすね、いやあ
もう待ち時間長すぎて寝そうでした。うわどうもキングドームじゃ待ち時間長すぎて。確かに。めっちゃイケメンっすね。いやいやもう全然本当に受けてないよ。なんか丸さん似てません？やめてください。その喋り方でやめてください。了解です。服の色っすね。服の色。じゃあ判定いいですか。はい。まず僕は脇です。ありがとうございます。これはもう忖度なしで、なんですかね、ワクワク、なんかこの失敗があるから成長があるみたいなとかだったり、ワクワクしたい人生にとかっていうのにかなり僕は強く惹かれて、逆に彼はずっとお金の話とかばっかだったんですよね。お金、あと人に迷惑かけないとか。僕はもうやっぱいろんな人に迷惑かけてきたし、いっぱい失敗してきたし、けど今幸せに生きれてるからそれをやり直したいとか思わないし、でだから脇の言ってることにかなり強く心から賛同しました。ありがとうございます。はい。じゃあ自分も、自分は脇さんです。おお、はい。そうですね。なんかまあホストもそうなんですけど、エンターテインメントってわからないから楽しいんであって、なんかそれ分かってしまってたら、まあマジックもそうですけど、種が分かったらつまんないと同じで、やっぱ自分たちワクワクしたいからホストもやってるし、あれば女の子にもね、ワクワクさせることを仕事としてるんで、そのワクワクを取ってしまったら、なんか過去に戻っても義務感でなんか行動するしかなくなっちゃうのかなと。はい。まあ、それをやらなきゃいけないからやるだと、なんかつまんないじゃないですか、人生。はい。だから自分は未来の方がいいかなと思いました。なるほど。はい。ああ星さん、いや俺も本当ギリギリまでずっと悩んでたんですけど、いやでもそれでもやっぱ脇かなって思った理由は、そもそもお題が有利すぎた。あこっち側にめちゃくちゃ有利すぎて、絶対にめちゃくちゃ考えてきたであろう過去の絶対有利な状況をここでワクワクっていう単語で巻き返していった、あもうちょっと脇の話聞きたかったなって思えたことで、もうすでにそれって脇にもう軍配上がってると思ってて、なんですごい良かったし、すごい聞いてて、あもうちょっと話聞きたかったなって思うぐらい良かったんですけど、まあ、やっぱちょっと逆境を跳ね返した側としてはやっぱすごい悩んだんですけど、やっぱ脇かなって思っちゃったですね。もうちょっと話聞きたいなって思っちゃったんで、いやでもすごい良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。まだ喋るのは分かったね。いやめっちゃ分かった。これ絶対みんな考え込んでるでしょ。いや難しい。ちなみにあとチャレンジャー何人？あと2人。あと2人。あと2人だな。あと2人。うん、あと2人？コメオ側もチャレンジャーに回った方がいいんじゃない？何でもいいよこれ。え、こうってこと。一回登場して。え、どうする？天城くんまだ配りきってないんですよ今日の分。そうですね。天城配ります一旦。はい。一旦。おお。ないと。こんな時間帯ですけど。天城くんタイム行っちゃっていいですか？じゃあちょっと丸さんお願いしていいですか？天城くん、はい、シェアして。シェア、はい、あのさっきのあのこれのあの要は今から天城配りたいんですけども、あの天城配りきってないんで、もうここで一気に今日全部分配っちゃっていいと思うんですよ。そうですね。なんで丸20人に当ててほしい。20人にツイッターから当てますこれ、はい、めっちゃ、しかも今からこの YouTube 見てる画面があると思うんですけど、この YouTube 見てる画面の共有っていうボタンからツイッターっていうところを押したらシェアできます。今こうやって、うん、でこれシェアを今から3分以内にした人に20人に当てるんで、かなりの確率で当たると思います。1万円当たります。で僕からあのツイッターで DM が送られてきて、天城くんの裏コーナーが送られてきます。なので今やってください。よじゃあ丸ここに来て、俺トイレした。よいしょ。なんこれ。いや20は大盤振る舞いですね。20大盤振る舞いですかなり。20万ですかね。はい。じゃあちょっとツイッター開いてなんかあったあったあった。ボコボコにしたんですよ。で更新を押しますね。戻って更新をします。一番上の人 やりますか。とりあえず。あいいですね。はい。パンダマン。一番上の方パンダマンさん、はい、2秒です。おめでとうございます。これ社長のアカウントから。送られてきます。はい、おめでとうございます。逆にストップ言ってもらっていいですか。はい、更新するんで、はい、お願いします。ストップ。
1111マイティンマイティアン、はい、おめでとう。まあ、これがメインですから ね、 そうですね実際は、はい、このプレゼントがメインですから。社長がトイレ行ってる間やらせていただきます。お願いします。ストップ。はい、パローさん、おめでとうございま す、 います。絶対コナン好きやん。20人いきますよ。お願いします。ストップ。はい、ラさん、ラさん、え、もうすぐ320万人来そうやん。マジ？もうすぐ320万人やん。今4人っす、当てたの。お、あと16人、16人も行っちゃっていいんすか？バンバン当てた方がいいよ。逆に、はい、行きましょう。ストップ。はい、バンバン行きます。バンバン行こう、バンバン行こう、はい、出てるの？嘘や、嘘や、これ。はい、リー社長、本物さん、おめでとう。本物さんです。はい、社長に当たった。フォロワー3人っていうね。ストップ。はい、 M さん、 M さん、おめでとう。めっちゃ忙しいタイプの暇人。おめでとうございます。どういうこと？おめでとう。どんどんいきます。ストップ。はい、はい、名前が分かんないです。はい、ちょっと読めない感じの、ま、マルク、マルク、おお、ありがとうございます。嬉しい。フォロワーゼロ、おめでとうございます。フォロワーゼロ、いくぜ。ストップ。はい、直吉さん、おめでとうございます。はい、どんどんいきましょう。バンバンいきましょう。ストップ。はい、あった、れれれ、花丸、おめでとう。おめでとうございます。パチスロ大好き。パチンコに使ってください。じゃあ、で一回更新します。はい、今何人ぐらいいました？今何人ぐらいいった？パパパって言っちゃったんで、今10人、あと10人いこう。じゃあお願いします。ストップ。え、めっちゃ長い人。長い。新参者。新参者。あ、でもあれがない。DM がメールがないんで。DM は開放してください。すいません。お願いします。じゃあ次パッといきます。遅れないので。はい。はい。はい。名前がわからないですけど。名前はわかる。社長は。はい。社長はって書いてる人です。はい。これやっとんちゃうか。はい。やっとんな、これ。ズミか、これ。お願いします。ストップ。はい。市民。くるみ様。くるみさん。おめでとう。もうちゃっちゃが言わしちゃったけど、はい、バンバン言いましょう。はい、ストップ。いいですか？はい、ここでいいですよ。はい、あ、これです。ビッグマックですか？はい、これです。しょうがない、この人ですか？はい、あやちゃん、おめでとうございます。フォロー多い。多い。おめでとうす。おめでとう。バンバンいきましょう。ストップ。はい、大輝くん。大輝くん、おめでとうございます。もうパッパがいきますよ。声そんな出ないんでお願いします。はい、ストップ。はい、チャムちゃん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。これ15ぐらいですかね。15ぐらいですね、はい、あと5人、あと5人いきます。はい、お願いします。はい、ストップ。はい、 C さん、 C さん、 C さん、おめでとうございます。いいですね、めっちゃ。だってもうこれで20万配ってるわけですからね。そうですね。ストップ。はい、こんな簡単に配る20万やばいですね。そうです。どこにも使ってないですからね。はい、あざさん、あざさん、はい、おめでとうございます。いきましょう。ストップ。はい、あざっす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 、こちらこそあざっす、こちらこそあざっす。あと3人ぐらいですか？はい、あと3人、あと3人いきます。お願いします。ストップ。はい、長い、長い、賢いですよね。当てて、レペゼンファン1号、本当か？おめでとうございます。本当に1号ファンの割には7フォロー中っていうね。そうですね、はい、メンバーかな、1号なのに。おめでとうございます。おめでとうございます。お願いします。ストップ。はい、はい、この人、レペゼンミニさん、はい、切り抜きチャンネル、はい、切り抜きチャンネルに当たったっす。おめでとう。おめでとう。ラスト1名ですか？ラスト1名になってます。はい、ラスト1人ぐらいですね。はい、じゃあラスト1名、はい、お願いします。はい、ストップ。みんな帰ってきて。ラスト1だよ。達也、達也くん、おめでとうございます。これが本赤や裏赤ない人です。来た、はい、ー、おめでとうございます。おめでとう。じゃあ戻りますステージに。しかもこんな時間帯なのにまだ同説が2万以上ある、うん、すごい。で今、はい、見てる人に、あ、2万じゃない 1.6 やった。あ、違う、これあれか、これとずれとるのか。いや、全然。あの1個めちゃくちゃすごい情報があります。なんと下の URL から、はい、あのできるって言ってたじゃないですか、はい、今参加者まだ5000人らしいんですよ。お、じゃあってことは、マジですか？今やったら、うんうん、5000分の1で100万円が当たるっていう。やばい。しかも、はい、5000分の50の確率で1万円が当たるっていう、はい、大エグやばいですね、当選率になっとうらしいわ。俺も応募しよう。そんなマジ間違いない。いや、これマジ、はい、まあ、これアーカイブが残るんで、うん、まあ、そこから増えたとしても、はい、とんでもない確率で100万円が当たるよ、
下の URL から今100万円当てるあのキャンペーンやってるんですよ。それぜひ20秒で登録完了で簡単なんで、とんでもない確率、ね、5000分の1で今だったら5000分の1で100万円でこっから例えばアーカイブがバーって増えたとしても、うんうん、でかなりの確率は50万分の1とか言われましたもんね、はい、普通の宝くじで100万円当たるのは50万分の1、はい、しかもお金かかる。そうです。買うのにデメリットなんもないですからね。デメリットは20秒でパッと終わって、はい、それが5000分の1で当たります。それはすごい、えぐいよこれは、とんでもない確率、はい、ということでラストスパート行く前にぜひ下の URL からあの行ってください。お願いします。お願いします。しかもあの昨日 LP あのやった人も、あ URL やった人も今日はまた別の URL なんで、うん、はい、ということであの昨日の人も今日もやってってことはマジで宝くじ何枚も買ってることになるんですよね、昨日も一昨日もとか、はい、そう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 、あのレペゼの虎もやってると、はい、人も考えたら、よし、ばらまきまくりで、ばらまきまくりですね、はい、エルコレ万歳です。じゃあ行きますか。行きますね、最終コーナー、はい、ということでじゃあラスト 2? ラスト 2? ラスト2のチャレンジャーの方どうぞ。 VTR こんなコミュ障でどもってる俺に負けたらレペゼン終わりだからな。俺と交代だ。明日からお前が果てにやんだ。さあモンスターを論破せよ。最後に身内ネタ来たね。やばい。さあ、ハテニャンさんの登場です。明日から誰がハテニャンかな？はい、座って。ほいでも。自由順や。いや、そっち側だ。そっち側そっち側。なんなんマジ？何を見よった？しかも討論にお前一番向いてない。貴重所やそうです。早くお題も出してくれ。いいっすか、じゃあ、うん、お題いつも、丸が言う酒強いやつが偉いのか偉くないのか。おー、めっちゃいいよそれ。全然偉くないっすね。丸とやり合ってくれ。これはマジで、うん、丸は言ってる、ずっとかぶしもうこれだけがずっともやもやしてた。ずっといいよ、確かにね。どっち側だ。いや俺は偉くない派。はいはい、まあ、だって丸はずっと、まあそうね、酒飲めないってこれずっとモヤモヤしてた本当に。丸と飲んだことある人は100回ぐらい聞いたことある。1日20回ぐらい。いやマジで、いや1杯飲むたびにいいよ。やっぱ酒飲めるやつが偉いわ。1日40は言う。40は持ってない。あ40。じゃあバトルフィールドにどうぞ。お願いします。いいね、いいお題やね。いや、いいお題、うん、いいお題。これは確かに、うん、ずっともやもやしてたんだやっぱ。これで負けたらもう丸言えんもんね。そうやね、これで負けたらもうもうダサくなるけんね。もうそれ終わったから、そのもう明日から果てにゃいよ、それは。じゃあ行く。はい、いいっすか。じゃあディベート行きましょう。はい、酒が強いやつは偉いのか偉くないのか、スタート。いいっすか、じゃあ。はい、そもそも酒が強いやつ偉いって何？そもそもそれ何？どういうこと？え？でも元々ホストナンバーワンですよね。いやいやいや、でもそれ飲めた方がよくない？いやそれはもうお金じゃん。もうお金稼げるイコール偉いみたいな。うん、うん、ああ、いやでもお金だけじゃないと思うけどな。でも偉い人ってそういう社会的地位とかについて人はやっぱお金稼いでない。ああ、でもなんか偉くてお酒飲める人いる？で結構いろんな人ってやっぱこう絡んできて、歌舞伎町とかもそうだけど、はいはいはい、お酒強い人がやっぱホストでも上の方にいるし、キャバクラでも上の方にいるし、やっぱお酒の付き合いって絶対か、あの絡んでくるじゃん、はいはい、だからお金持ってる人のがやっぱ六本木とか歌舞伎町とかでいっぱい飲んでるイメージはあるのよね、はいはい、俺の中で。それってホストとかだけじゃない？こう昼の、うん、じゃあ楽天の社長とかはめちゃくちゃ、うん、飲んでるよ。え、飲んでるよ。飲んでるよ。あの楽天が？うん。飲んでるでしょ。え、飲んでるだろ。いやいや、じゃあさすが ABEX の会長飲んでない。飲んでるよ。え、あの ABEX が？うん。え、偉いや。嘘だろ。お酒飲める人は偉いっていうか、まあその偉い地位に立ってる人多いよね。はいはいはい、うん、なるほどね。ヒカキンさんは飲んでるよ。
出る、うん、お酒飲まないとやってられないことだってあるよ。ヒカキンさんもヒカキンさん飲んでるか、うん、でもハティニャンだってカブキングって言ってたじゃん自分のこと。いやいやいや、それはもう言ってるだけだから。だからお酒強い。いやでも言ってるだけ。偉くはないやん。偉いの、え、じゃあもうお酒飲めるやつの方が偉い。ただすけど、うん、お酒飲んでるやつはじゃあなんで偉いの。普通聞いた。あ、なんで偉いか理由が知りたい。だって、うん、お酒飲めたからお金稼げるって直結してるわけじゃないな。こうじゃあ例えば間接的にさ、うんうん、じゃあうまくさ交友関係クロージングして良くなって、じゃあ仕事がじゃあこうやって掴めました、じゃあお金に生まれつながりましただったら分かるよ。だけど、うん、直接お金には繋がってないやホストの人以外。例えば、はいはい、酒の強要をしてくる上司だとか、はい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 、いたりした時に取引先の人がお酒をすごい強要してくる、はいはいはい、だったら、はい、お前飲めよ、はい、飲んでるやつ偉くない。日本終わった。飲んでるやつ偉くない。それに対して、はい、うわ頑張ってるわあいつってならない。あ、まあ、確かに頑張りは分かる。だから強い方がそれに対しての適応能力もあると思うし、うん、確かに社会の世渡りがうまいと思うんだよね。そういうことか。だから偉い、頑張ってて偉いなって俺は思うし、うん、なるほどね。そうどうですか。いやでもこうなんだろうな、こうなんだろうな、偉い偉い、俺はそういう面でも、はいはい、仕事的な面でも酒飲めるやつの方が偉いなって思う。はい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 、うん、なるほどね、うん、じゃあ地位が高いってこと。酒飲めるやつ地位も高いし、低い人でもやっぱ飲めた方が、はいはい、おあいつ上司の酒も飲めんだ、はいはいはい、頑張ってて偉いなることが多いかなって思う。ごめんなさい。どうです、判定する。どうでしょう、判定。俺がカテニアを手伝いましょうか。あーおーおもろい。いいよ。確かに乱入。確かになんかハテニアモンスターって。ノンアルコールモンスター。ノンアルコールモンスター酒飲まないんで。確かに確かに。え、ちょっとちょっと、じゃあ延長。ハテニアが座って俺が延長で3分いいね。じゃあ延長戦スタート。いぞ。これはこのままやったら丸勝ってたもんじゃなくてね。そう、うん、完全にこのままだったら、ああてか酒飲めるやつが偉いんじゃなくて、なんか偶然酒飲めるやつがちょっと偉くなっちゃっただけなんじゃないですか。あちょっとそう、あごめんなさい。えグダグダお酒が飲めるわけじゃなくて、お金を持ってるからみんなにチヤホヤされてお酒が飲めるような感じになってるだけじゃない？それって。あもしかしたら。すごくこの時間がシュールな感じで。ああ、会社の上司とかにお酒勧められて、お酒を強要されて飲むってことはアルハラをまさか。パワハラで炎上したにまた認めることになるの？あのハテニャンが言いたいのは、はいはい、あの先ほど丸さんがおっしゃってた、はいはい、あのじゃあ上司からお前飲めよ酒って言われて、じゃあ酒飲んでるやつが偉いっていうのは、じゃあもうアルハラを認めてしまうってことで大丈夫ですよねっていうことを彼は言いたいんだ。あ、日本語通訳されてるのやばいです。まあ問題になってないだけで、やっぱそういうのはちょっと暗黙の了解でどの業界にもあんのかなと。じゃあ暗黙の了解ってことはオッケーってことで。まあ俺はだってされる側だから、いつも別にする側でもあるかもしれないけど。ああじゃあアルハラも認めちゃうってことですね。まあ俺は別になしではないと思う、その付き合い上は。うん、だって嫌いな人と飲まないから、そもそも。あじゃあレペゼン地球は一回あんだけ散々な目にあったのにな、まだ懲りてなくて、まだアルハラも認めるってことか。それでいいんですね。俺はいいですよ。俺はいいよ。俺はいいけど、丸はどうなの。俺もいいよ別に。だってあの付き合い上仕方ない時だってあるし、全然いいらしいっす。いや俺に言われてる。ああやっぱ飲んでる方の方が頑張って偉いなとかっては思うな俺は。まあ確かに。あと30秒。あー丸さんはこの
言えば一気に言われすぎて全部飛ぶ。全部30秒。喋れ、あと30秒。席で偉そうにするのがやっぱ偉いとやっぱ勘違いしちゃってんのかなっていう。ああそれは酔っ払ってる時はあるかもね。でもここまで飲めなかったら、はいはい、ハテニャンとも友達になれなかったかもしれない。こんなに仲良く終了。そうか、言えない。言ったことを全然言わちょっとこいつちょっと日本語ちょっと通訳できなかった。すいません皆さんお願いします。はーい、はい、とんでもなかった。俺が言ったことをちゃんとこう言わん。ホイとやっとう気にならんかったもん。やろ、うん、変な脚色を入れまくっとる。ホイか絶対だるいやんと思ったけど全然だるくなかった。そうやろ、めちゃくちゃ。じゃあもうさっさ行っちゃっていいですか。僕から、はいはいはい、マルさんです。はい、うん、はい、ありがとうございます。やっぱホイの力があっても喋れないならもう終わりです。はい、じゃあ自分もマルさんです。ありがとうございます。はい、もうあの自分お酒飲まないんですけど、議論で言ったらもう、はい、マルさんが圧勝だったんで。ありがとうございます。はい、僕もマルですね。そ言ったこと言わないです。変な脚色加えようとしちゃうんだから。なるほど、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。僕もマル。いいお題と思ったのにいい試合じゃなかったね。お題はすごい良かった。もっと盛り上がりそうな試合やったのにね。逆にあのフォイさんとマルさんのお聞きたかったですね。ああ確かに。どっちかっていうと直接やめましょう。やめましょう。やめます。はい。はい、おお。じゃあラスト鳥で。鳥なんですけど、はい、皆さんに一個報告があります。何でしょう。さっきあの、はい、僕ちょっと休憩に行ってたじゃないですか。はいはい。あのここにモンスター側で米尾さん入られたじゃないですか。あの理由があると、そしてその理由は多分今から入ってくる人を見たら分かると思います。でしかも急遽本当に本番直前に決まったんで、あのチャレンジャー VTR ありません。そういうこと。で急遽決まって、どの対戦相手がどう来るのかをちょっとさっきさらっと聞いちゃいました。正直あの事故率 100% です。それをご了承いただける方のみこれ以降の視聴をお願いします。約束だよ。ということでじゃあ米尾さんの前にまずチャレンジャー入れるか。じゃあ最後のチャレンジャー今日入れちゃいますね。もう何が起こっても皆さん参考にしてください。ネットのおもちゃ、伊原くんです。伊原さんです。来たか、伊原。なんでもう一回出ようと出れ、すごいね、逆にすごいわ、まあ、すごいね。すごいに全部詰めたね。すごいに全部詰めた。最強。今日キララちゃんいないもんね。今日はいないです、キララちゃん。はい、はい、二度と合わせることはない。口を開けば危ういことしかない。危ういな。わいやわ。俺もこっからどうさばけばいいのか全然わからんないけど。でも多分やけど出した以上俺らがさばかないから。確かにな、うん、俺らの番組やしな。伊原さんなんか意気込みとかなんかあれば。え、でも俺別に誰とやっても勝てる。何でもいいかな。おお、討論自信ある。うん、おお。え、でも格闘技めちゃくちゃ弱いじゃないですか。あ、こっちは強いってことでよかったですか。いや、別にあれよ、そんな強いわけじゃない俺は。お、周りが弱いだけで。ああ、なるほどなるほど。早熟なだけ。よし、相手の人に座ってもらおう。じゃあ誰を指定す指名するかはもう決まってるってこと。決まってる、もうそうでしょ。そうでしょ、コメちゃん誰ともやれてないでまだ。じゃあもうコメちゃんここ座ってもらって。おお、一切払ってないで
ないです、まだ空気感がピリついてるもんね。ちょっとピリッとしてんのよ。これが最後か、ブレーキングだよ、ね、これで終わって大丈夫かな。だいぶピリピリしてる、うん、このまあ深夜帯やしね、まあ深夜帯やし、まあこれぐらいピリッとした方が、まあうん、確かにね、まあまあまあ、ピリついてんな、まあまあまあ、もう1時過ぎとんだよ、はい、じゃあ お題お題発表、うん、そこ、うん、ブレイキングダウンに俺は必要かっていう。めちゃくちゃいいやん。いいお題めちゃめちゃおもろいやん。めっちゃおもろいやん。お題おもろ。それはおもろい。お題のセンスはいいよ。そもそも応募したんすか。なんか今真剣にモニター見てる。そもそも応募したんすか。いや俺フリーズしちゃってなんかできなかったんですよ。はあ、あすごい、運営側はもうお前の携帯をフリーズさせるかもしれない。すごいね、そこまで IP アドレスから開示してたらすごい。本当、じゃあもちろん伊原さんはブレイキングダウンに伊原さんはいる必要側ってことですね。はい、で逆に小宮さんは必要ない側で大丈夫ですか。はい、でも勝ちたかったらなしで戦った方がどっちも勝てます。めちゃくちゃどっちでも勝てるよ。でもせっかくやし、うん、じゃあ本日最後の試合です。何このブレイキングダウンに伊原選手は必要か必要じゃないかディベートスタート。なんで必要じゃないと思う。逆になんで必要だと思う。何がマストなの。じゃあ何マストって。何が必要なの。何が必要なの。お前以外に別にオーディションで応募してくれんじゃない。ごめん、どういうことか分かんない。別にお前以外のやつらがオーディションで普通に応募してくれる。俺よりスター性のあるやつはいない。いや、スター性俺より世界的なスターになるやつはいないよ。誰だよ、じゃあ俺ヤンキーの喧嘩前だから弱いじゃん。え、だからそもそもじゃあ強さだけのステータスでいるんだったら USC 以外の興行が盛り上がってない。え、じゃあだから肝心になんかそもそも USC のスター性って何なの。その何をもってスター性なの。数字じゃないの。数字ないじゃん。あるよ。いやないでしょ。インプレッションに似てる俺のツイッター。いや知らないけどないじゃん。今圧倒的俺にも差をつけられたよ。ツイッターのインプレッション別に見てる。別に知らないけど差をつけられた。お前のスター性じゃなくてコネクションでしょ。お前じゃねえんだって誰もだってさ。おい。だからそもそも。テーマその口の聞き方直せよ。トークがこれなんだから。その口の聞き方直せよ。話そらすなって。おい。なあ。マストかマストじゃないかって話をしてんだから。なんマストって何。話そらすなって。だから必要か必要じゃないかって話。必要じゃないって言ってんじゃん。だからなんで。なんで、え、必要なの逆に。代理があるかどうかって話。別に普通にオーディションでなんか突出とか購買肉とかいろんなスター性あるやつ生まれてきたよ。だからその代理があるから別に俺はいらないよって話。いや、じゃあ代理があるからこれからもどんどんそういう人が生まれてくるから。うん、だからその俺の代わりとなる人がいっぱいいるからって話。お前の代わりとかじゃない。別に別に代わりにもなってないから。なってないです。お前が、お前の代わりになってないから俺がいるんだよ。じゃあだからお前にそもそも数字もないし、うんうん、今ね俺が数字ない現状ない。ないでしょ。ツイッターのインプレッションで見てる。そのさ、なんでインプレッション制で。だってそこでしか戦うじゃない。だってじゃあ結局チャンネル登録者数は確かに減ってるよ。でも再生数登録者数以上の再生を持ってるわけじゃん。結局俺が嫌いでも結局見に来ちゃってるわけじゃん。違う違う、その時点でだから再生じゃどこやん。10万超えてんじゃないの全部。いや、キンキンに上げたの2つはあれだけど。何それ。どんかやん。まあ10万から5万ぐらいじゃないの。でも俺は登録者数は5万人ぐらいじゃん。ないよ。で5万以上の数字を持ってるの。うん、なんで。じゃあ何、5万人が 2,3 回クリックしてるってこと。じゃあだからお前がこれからブレイキングダウン出たとしたって、うん、別にお前が出て数字が伸びるなんてことないんだから。ブレイキングダウンが。なんで。え、だってそうじゃん。何をだから、うん、これからだって盛り上げるのがじゃあ誰かってなってきたらオーディションでもうお前のこともみんな知ってんだから。うん、で、うん、でそれで別に、ね、みんな知ってる時点で俺の勝ち。じゃあだからみんな知ってたとしてもブレイキングダウンのスター性があるからみんな知ってるんじゃないの。すでにもうブレイキングダウンを見てる人たちは、ね、うん、お前のことを知ってるから別に今以上に数字別に伸びないよ。で伸びるよ。だって俺ブレイキングダウン以外にも活動できるから。何してるの。まだ言えない。じゃあ終わりじゃんこの話。なんで。だって何してんのって聞いた。じゃあ分かった。ブレイキングダウンでじゃあ今後俺が必要じゃないっていう理由になってないの。さっきから言ってることって他にいるよねって話だよね。言ってんのってなんか代理になってないって言ってるけど今言ってんのって代理がいるよって話だ。いや必要か必要か必要じゃないかって言われたら別に必要じゃない理由が代理があるからって言ってんでしょ。世間はもう誰も求めてないと思う。誰も求めてないの、うん、そのソースは、うん、だってそのじゃあ簡単に言ったらだってもうそれ以外でお前出なくても通じ取れてるじゃん。でも結局じゃあひろゆかなさんの YouTube チャンネルだって。だってお前だ事実ね、圧倒的事実、お前が出なくても今数字取れてるよ。数字は取れてる、ね、じゃあそうじゃん。じゃあ数字取るためのだけの大会なの。違うでしょ。これからもっと大きくしていきないんでしょ。だったら俺を使うべきだよね。だとしたらなおさら必要ないでしょ勝てないの。
え、じゃあ勝つことだけ、強さだけを求めた大会だと思ってんの逆に。え、じゃあ俺は強くなりたいよ。強くなりたい、それは全く別の話で。勝手になればいいじゃん。いやだからそれは全く別の話で、強さだけを求めた大会だと思ってんの。違うよ、だから別のじゃないと思うよ、うん、エンタメの試合もあるし、でしょ、あると思うよ、うん、ただ別にそれ俺もお前も今エンタメ枠なわけじゃん。お前ってお前さ、さっきからその口の方直って、口の方いいから、はい、じゃあもう行って、そうやって言うからなんだよね。こうなっちゃうやつね。これがブレイキングダウン。これがブレイキングダウン。レアルじゃないよ。非常にレアル。やっぱりリングの上に呼ぶべきない。あ、そうね。そうなんだ。あの呼んじゃいかん。ここは違うんだからね。ストリートだからな。やっぱ。よし。よし。一回カラさんはちょっとなんかもうちょっと遠く離れた方が。確かに。はい。進んでもらって。はい。ちょヘズヘズの。じゃあいいけよ、お前もお前も一回一回でお前も結局お前がそういうことしてやめとけ、おいやめろ、一回やめとけ、一回やめとけ、ほら全長で全長で一回今ヘズマさんがね、ちょっと話してて、行きましょう行きましょう、おじさん、はい、ということでね、ということで、はい、はい、一応ショッキングな映像も流れましたから、はい、これも演出の放送で、はい、ということで、放送の良さっていうことで、はい、そうですね、はい、はい、そういうこともありますね。まあ生放送で、そうですね。オーディションと一緒にしてさ、服やるからんだよ。服ガチガチやん。ビリビリやん。うわ。うわ。すごい。毎回ですか。あとで表で殺そうか。まあ表のことは僕たち関係ないですね。あ、そうですね。あとはプライベートで。はい。大丈夫なんで。はい。なるほど。じゃあ、はい。どうします？なんか、はい、新曲でも流して空気でも変えときますか。はい、はい、じゃあこのままゆっくり締めますか。そうですね。まあそんな感じで今日もウキウキワクワク討論会とっても楽しかったですね。はい。ちなみに五木さん最後なんか言いたいこととかあれば。あ、本当ですか。はい。あの今日めっちゃ良かったですね。おめちゃめちゃ討論もついて。いやもう本当にまあ最後ね。まあいい感じにね、みんなで考えた演出ができたんでよかったかなと。あ、そうですね、はい、一生懸命考えたんで、はい、あーいいっしょ、最後そうですね、今日エルコレさんの、はい、はい、エルコレから3人来てるんで、そうですね、エンディングカズキがおるわ。あーどうも、はい、はい、エンディングですが、エルコレさんのごめんね、こんな空気こんな空気ブレイキングダウンみたいな、もうイケメンの4人なんで、はい、エルコレの皆さんです、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあどうします、で、なんか言いたいこと、自己紹介します、最後自己紹介、これですか、はい、グループエルコレの、大阪支部の、クラブロックスというところから、来ました、王者勝と申します。はい、ありがとうございます。あ、最後に自己紹介してる、視聴者多分後でしょ、大丈夫そうじゃあもう一度、はい、ぜひクラブレオの、キットです、本日は、レペゼン地球さんと、うちのエルコレが、コラボさせていただいて、本当ね、レペゼン地球さんのおかげで今後もエルコレの名前が広がって、まあ、ホストってものもたくさんコメントが来てたんですけど、皆さんで、また、ホストいいなと思ったら遊びに来てほしいなと思います、よろしくお願いします。はい、クラブレオ、の、和久井真由と申します。はい、まあ、ホスト、まあ、いろんな見られ方あると思うんですけど、意外と面白いと思うんで、はい、もしちょっとでも興味ございましたら、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。は
い、あの2度目になるんですけど同じあのレオ、あのエルコレのレオっていうお店で、代表やってます平翔太です。はい、今回もまたあの前回もレペゼンさんとは僕個人的にあのコラボさせていただいたんですけども、その時はもう社長さんだけやったんで、今日こうやってメンバーと直接もうファンの人たちからしたら絶対嫉妬されてると思うんですけど、いい経験になりました。はい、でホスト体験あのすごいみんなが思ってるリーズナブルで3000円から来れるんで、はい、おお本当かな、最後に本当だよあのちょっと本当はね5000円なんですけど、なるほど、これを見たって言って来てくださったら、あの残りの2000円は全何百人来ようが僕負担します。おお、お待ちしております。クラブレオです。ありがとうございます。じゃあ以上があの今回はエルコレさんのおかげで今日この番組ができてるんでですね、この場所もエルコレさんの場所でお借りしてできました。ありがとうございました。ヒロインとお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いいっすね。ちょっと最後にハプニングありましたが、はい、はい、でも終始とても朗らかで和やかな会だったと思うんですけど、はい、ありがとうございました。はい、でもディベートはいいね。はい、ディベートはおもろいね。はい、いいので、はい、またやっていこうと思います。ビリコミオ君の服は社長が後で、はい、買います。師匠、師匠買わせてください。はい、師匠お願いします。すいません、師匠買わせてください、服は。やばいでしょ。やばいです。やばい。はい、ありがとうございました。じゃあ、こんな感じで最後、ね、あの本当にツイッターでね、今日あのフォイのツイッターで、はい、あのプレゼント企画やってるのと、はい、概要欄からさっき言ったようにまだあの URL 貼ってて、はい、あそこのプレゼント企画やってて150万円放出してるんですけど、まだ 5,6 千人ぐらいしか応募は来ないらしいんで、逆にめちゃめちゃすごい当選確率になってるんで、5000分の1で100万円が当たるというとんでもない状態になってるんで、はい、ぜひ応募してください。よろしくお願いします。ということで本日はありがとうございます。お疲れ様です。バイバーイ。